なんだろう、今の時点でと、被告になるの、何なの、容疑者、容疑者か、容疑者じゃないです、確定すると被告になるんですか、そうだね、あ、裁判が始まると被告、あ、被告ってことです、今容疑者、容疑者、容疑者 Y 山田と、山崎誠容疑者って何だ、容疑者、容疑者どんどんですかね、いや分かんないな、ちょっと調べよう、容疑者40歳40歳、いやあれそうだな、コメント荒れますね、荒れてくれた方が盛り上がるわな、うん、容疑者40歳ネットアイドル辞書入れた方がいい、ドヨーンとした感じ、ドヨーンと背景に鍵入れればいいんじゃないですか、ああそうだね、はい、そうしたせんで完全に、いやもう完全ですね、悲壮感丸出し飛ばせる悪意、めっちゃ面白い写真を撮ってきた、写真を撮ってこれで手のかけたら入っちゃうんですね、あ、手のかけ入っちゃう、じゃあふわっちでひどいな俺たち、一応ねワードになりますの、こういう状況でした、山崎誠容疑者、ネットアイル、ネットアイドル、こんな状態でした、完全にこんな感じですねめっちゃそっくりめっちゃクリソツめっちゃそっくりですね、本当にうまいな、うまい、電波が大丈夫かよ、電波不安ですね、僕の方もないです、こっちはね、ほんとだ、俺もソフトバンク、あ、ねえな、ねえな、テザリングもダメかな、僕の方ダメっすね、ソフトバンもダメっすね、au ソフトバンダメっすね、au あとの、あ、僕ドコモ、ドコモっていうかプララ LTE っすね、じゃあ俺、いやドコモの普通の au あれ使うわ、通常、え、ドコモは普通入るんですか、あ、でもあるか、俺ドコモだけど、プララっていうのは格安SIMだから、あ、そういうことか、そう、古いやつ、SIMは、うん、やっぱ食べてからにも行ってないですか、俺、食べ配信っていうか全部、あれで、これでSIMですか、山奥とかで、山奥無理、無理ですか、そうなんですよね、これ拾っちゃうからさ、あ、うん、これも Wi-Fi をテザリングのやつにして、さあ来るか、XX これだ、
最初動画で始めないとラジオできないんだよね。モード。あ、そうですね。そうですね。写真の辺どうする？ライブより。いやー、準備がめんどくさい。地上ネットワークのところまで入んない。いや。100発上がったら真実を話し出す。クルクルしちゃうんだよ。とりあえず始めますよ。はい。この画質変えなくていいわ。これで配信モードこれで通知いったはず。拡散します。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。金杯の面会に、まだかな、金杯の面会に光とワードートで行ってきまして、光と俺とでこう質問する感じで、うん、まあ金ちゃんと話してきたんだけど、それを全て会話をワードがメモを取って、来ました。髪の毛が無造作に伸びて、頬は痩せこけてて、目が死んだ魚のような目になってた。でその会話の内容が花火100発上がったら話し出すんで、よろしくお願いします。動画にした方がいいのかな。動画にした方がいい。どうなんですかね。動画の方がやっぱいいかな、うん、リアクションが見れるかな、動画。バカズです。あれ、全配信じゃないんだよ。横型にできないんだよ。うん、そう、フワちゃん横にできないんだ。できないですね。金杯の了解を得て、金杯を利用して花火をこじっていいって言われたんで。まずいですね。そう、会話の一部を言いますと、金杯が俺を利用して花火をふわっとこじっていいって言ったんで、うんうん、音声なんかねえよ。録音も録画もできないし、カメラの持ち込みもできないから、あくまでもそのメモ、会話をメモしてきた。聞こえない、ミュートになってる。嘘。え？ミュートしてないよ。マイク反応してたよね。よいしょ。くるくる。くるくるしてたよ。電波。電波か。ちょっと待って。
電波いいんだけどね、クルクルで聞こえない。なんでだろう、音がない。ちょっと待って、どうしたらいいこれ。ずっと一回ミュートにしてもくっつけてみて。うん、ダメだった。一回じゃあ切ろう。なんでだろう、なんでだろうね。これ電波いいじゃん今 LTE。 そうですね、 LTE だからいい環境じゃないですか。それをテザリングで繋げるんだけど、なんで。なんで僕をいじめるのか。これでいいじゃん、広告使わない。ああ、そうですね。で、行ってみようか。はい、これでいいかな。音声いったかな。おいっす、音声いってる、ね、音声大丈夫かな、聞こえる、聞こえるかよ。 OKOKOK、 了解了解。じゃあ、金梅さんとの会話を、あ、まあ無理説明すると、3枚目ヒカルと和道と、うん、面会に行ってきました。で、俺と3枚目ヒカルが金梅に質問する形で会話が続いて約20分面会したんだけど、その会話の内容を全部、和道がメモに起こしたと。で、その会話の内容を、報告します。ただ花火が100発上がったら、その真実を語り出すんで、金梅が金梅お料を使って利用して花火をこじっていいって言ってたんで、花火皆さんね、100溜まったらね、全て全部出しますんで。お願いします。まあ、今回内容はすごい重要ですからね。そうだね。で、全部多分みんなが、うん、すごいこの連日聞きたかったような本当価値の真実とかを、まあ、聞いてきたんで、まあ、それぐらいの価値はありますからね。そうだね。はい、もう本当楽しみです、ね。この間のつばにゃんの、うん、つばにゃんが面会に行ったっていう話が本当か嘘かも、そう、今日の放送で分かりますから。そうです。だから前回のつばにゃんの話ももう、うん、序の口ですからね。そう。で、前回のそのつばにゃんの話もしてきたからね。はい。そうです、そうです。してきました、ちゃんと。いろいろ。みんなが聞きたいことも全部ひっくるめて、いや、一人一発投げてくれればいいですよ、一人一発。一人一発投げてくれれば100があってまでいくじゃないですか。金梅から花火代もらえる。金梅のそのお金の話も金梅としてきたね、うん、まあそうですね、いろいろありがとう。来た、ドッピー。これ一人一発投げてね、100人投げるあっという間なんだからさ、うん、光の枠だったら花火やるわけで、そんなやつは見なくていいやじゃん。、うん、俺が行くって言ったのに光もワドも乗っかってきてくれたわけだろ、うん、ありがとう、ドッピー。すげえ、して、もう匿名で投げてもいいよ全然。そのね、花火投げたのが誰か分かっちゃうのが嫌だって言うんだったらね、時間が解決してそのうち聞けると思う。まあ、もうでも物語は進んでいくからね。まあ、そうですね。今金梅が、うん、リスナーに伝えたい話とかもあったから。まあそうですね、やっぱり、うん、そうなんですよ、いろいろありますからね、やっぱ、うん、だいぶてんこ盛りですよ今回は。いや、かなり、はい、てんこ盛りよ、ね、いや、めちゃくちゃてんこ盛りです。今後の、僕らの行動とかでもリスナーさんの行動も見えてきますからね、うん、この話。金梅が今リスナーに何をしてほしいかっていうことも、うん、全部聞いてきた。そうです、うん、恥ずかしくても何でもいいですよ、まあ、僕たちはね、ネットでこじき行為をしてるわけですから、ね、普段から、やはり、うん、花火2発来てますよ。いや、結構今のとこ来てるんですよ。あれだぜ、ドビー。これ見たって、これ右下っすね。右下のこれか。の上から、それ、あ、真ん中どうっす。そうです。あ、これか。これっす。入ってます。今7発ですからね。うん、どんどん上がってますよ、今。そうだね。うん。これに何？
喋らせないっていうのって、喋らせなかったら喋らせなくていいよね、別にね。まあそうですね。それぞれの配信でね、一人一人が勝手に話したら、どこまで本当かどうか分かんない。まあそうですね。3人揃ってる時に話をすれば、ね、違ったらやっぱツッコミが入るわけだからさ、まあ、このメンツだからね、あのそうそうそう、みんな来なく来始めますからね、同時にその配信始めて、いや俺はそれが嫌だったよ、ね、解散した後にそれぞれが配信したら絶対みんな話持って、みんな来なく来始めるから、そうさせないために3人で行って3人揃ってる時に、でその言い出しっぺの便所太郎の枠でやろうってなったわけだからさ、花火ありがとうございます、ドッペイ、ドッペイ、ありがとうね、プップクブーだから、そう、この花火台は、うん、今日あの便所太郎の大阪行きの、うん、あの支援金に回しまった新幹線台、新幹線台ね、往復台の飯台に、だから100発上がんなかったら上がんなかったら、それぞれの枠で適当に言うよね、ゆりちゃんもかなり嘘を混ぜて言うよ、ね、かなり盛りますからね、盛るよね、自分に都合がいいよねこの間のつばねんのように自分の都合がいいように話すよ、でそれでいいんだったら別にいいけど、うん、この3人いればね、じゃあ例えば俺が自分が都合がいいように言えば、うん、光が突っ込んできたりとか、うん、和道の都合がいいように話せば、うん、2人から突っ込まれるし、うん、光がね、光の都合がいいように話せば、まあね、突っ込まれるんだから、どんどんわけわかんなくなってきます、ね、大花火はあの2つに数えますわ、うん、お、残り90、うん、便所の手柄にするのは俺が朝一にね、6時半に行って、ね、そこでもう予約を取ったから他の人間が予約取れなかったのは、うん、パソコン代にも回せますよ、うん、だ爆走が言ってたことが本当か嘘かもね、全部そうですね、全部全部だから、そ、ね、その爆走が来たのかどうかも金杯に聞いてきた、うん、そう、だみんなが気になるちょっとたまちゃん情報とかも含まれてますね、相手もらえなくても喋るけど、かなり自分が言うようにかなり話を盛るよ、あとリスナーさんへのメッセージもあった、そうそう、ちゃんと扱ってます、金杯からリスナーへのメッセージ、うん、あとは金杯からとある人へのメッセージもね、うんうん、預かってきてるから、うん、そう、そのそうそう、占いの本の話とかね、うん、今12発ですね、おおすごいです、ありがとうございます、アーム君おはよう、枠はね、あとまあ、みんな話一通り終わったら、解散したらまた自分でバラバラにやるんで、そこはね、はい、今こう3人で一緒にいるんで、まあ、便所太郎の、ね、うん、枠で、まだ和道の方はあの動画を撮ってるんで、うん、まあ、家に帰って、ね、そう、今こっち、うん、そう YouTube で撮ってるんで、動画、うん、振り返りながら、うんうん、やってもらおうかなと思います、そうです、学びありがとう、まあ、でも多分ここで聞くのが一番いいと思いますよ、そうですね、今この3人いるところで、今ちょうど本当亀有警察署から来たばっかりで、うん、ちょうどゆっくりみんなで話そうっていうね、うん、まだ忘れてないし、鮮明記憶が、まあ、そう、そしてあのメモ紙ある、はい、ありますよ、うん、清書したやつは見せほしいんだけど、はい、清書はあのメールで、はい、僕が私であの初期のね、うん、初期のワードが会話を全部こうメモってきたから、そんなに一つなくて、で後で俺と光でチェックして、 それが間違ってないかも確認済みなんで、チェック済みなんで、チェック済みです、うん、いや早い方がいいよ、何時までとかね、俺大阪行かなきゃいけないしな、そうですね、うん、そう3人で行ったの、1日1組3名までだから、そうそう、で俺と光と新野中の予定だったんだよね、そうそう、新野中が具合が悪いって言うから、そうあのじゃあ代わりに和道が来たからね、いやでも逆に和道さん助かっちゃうかもしれない、そうだね、初期とかまあいろいろ聞いてくれたりとか、うん、やってくれたからね、はい、すごい助かったですね、うんうん、嘘交えての配信でもいいのえ、嘘交えての配信でもいいって俺好きかって言うよ、まあ、そうですね今日大阪行くよ、うん、もう時間がないからね、早くしてほしいんだったら、うん、ちょっとお願いしますよ、だけどね、だから俺寝ないで行ったんだよ、ねえ、光も寝てないもんね、まあ今日オールですからね、僕も全員オールっす、そう、全員オールです、そう、うん、そう、まあ僕はありがとう、僕はね、とりあえず、まあ便所太郎さんの枠で やってるんで、そこは了承してください、皆さんもサービスでこれだけ見せてあげるっていうのどうなんですか、うん、あ、そうですね、サービスで、そうだね、あの、はい、一応その、俺たちが面会して、うん、金杯の姿だよね、うん、写真は撮れないから似顔絵を描いたっす、うん、あの、金杯のね、で3人俺が書いたんだけど、2人とも
やばい、これ見てるとこの通りだというまんまそうですね、これまんまですね、まんまです、いや、マジでうまい、うん、あの金前がこうなってるっていうのは見せますわ、うん、特別に特別にガリガリでしたよね、髪の毛はあの無造作にあの伸びて、あの頬は痩せこけ、あの目は死んだ魚のようになってて、あの歯は汚くてね、あとニキビもすごかった、ね、そうだね、あのやっぱいやすごかったですね、うん、ニキビ顔がボツボツが多くてね、うん、スウェットだったんだけど、そのそう亀有警察、それはそれは、ね、百発かよ、それはね、やっぱりそれはやっぱりそれはちょっと、ね、サービスしすぎか、そうですね、ちょっとまあ、てんこ盛りですからね、だいぶだいぶてんこ盛りですよ、爆笑っすよ、爆笑です、そう、爆笑、そう、みんな多分そこに目いっちゃったぞ、ね、そう、みんなあのスウェットの話だけで、はい、そうすげえ3人で笑える、笑えますね、そっこ笑える、本当に、いや、ボツボツはもともとだよ、もともとはクレーターだけど、そうじゃなくて新しいニキビがそうでっかい出てたね、うん、でそれをね、ちょっと見てもらいたいなと思うけど、今何発上がってるかな、見てみましょう、今、うん、15発ですね、うん、ちなみにあの100発上げたら、うん、だからその光まで同意するわけじゃなくて、これ便所さんの枠だから、うん、同意する同意しないとかじゃなくて便所太郎の枠でやろうっていう話だから、うん、そう100発欲しいかどうかは、うん、まあ、便所さんの意思なんで、だからこれは別にね、あの何発で決めるのも別に何発でもよかったんだけど、うん、100ってキリがいいなと思って、うん、そこはね、あとはもう各自で、ね、あの、ね、また配信やるんで、そこはそこで、誰がこのやり方を考えた、まあ俺は考えてそれでいいよってこうね、うん、全然、そうそうそう、はい、でワドはその代わりあの動画を撮って、はい、で家が持って帰ってその動画を見せながらみんなにもう一回解説すると、うん、光は光で後でもう一回、まあそうですね、字枠を開いて、はい、あの光なりの会見、まあね、見解というかそういうのを話すってことだから、はい、それで了承してもらって、まずは便所タウンの枠でそういうやり方でやろうということだよね、うん、やっぱりどうしても一人一人別になると、その例えば俺だったら俺の感情が入っちゃう、うん、光だと光の感情が入っちゃう、うん、ね、ワドだとワドの感情が入って、やっぱり多少嘘が混じったりするんだって、うん、ずれてきますよね、で、つまりあのこの間一人行って帰りに配信した時もこうだったと思うとか、うん、多分こうとかっていう、要は記憶が曖昧なものもあるわけ、うん、3人揃ってる時に配信すればやっぱり一人が間違えた記憶だったとしても、まあ、メモもあるけどね、うん、メモもあるし、二人が記憶、正しい記憶を持ってればね、そこが、うん、あ、そうじゃなかったよみたいな感じで言えるから、まあそうですね、うん、それがいいんじゃないのかなと思うけどね、うん、金牌を金の儲けの道具としか見てないって言うけど、金牌が言ったんだよ、うん、金牌が俺たちにあの俺なんか金牌を利用してあのふわちであの花火をこじってくれっていう、まあそうですよね、うん、もうどんどんネタにしてくれって言ってましたね、うん、その後のメッセージもあの繋がっていきますよね、まあ、どんどん金牌が何を言ったのか、金牌が何回俺たちにその自分を利用してでもその花火をこじっていいって言った、そこの金牌の本当の気持ちってのはその後の会話にあるわけだから、そのツバニャンとの、あ、それ、あ、ダメです、ダメです、それは言わないで、まだ、そうそうそう、まだですね、重要人物じゃないですか、そう、あ、そう、はい、もう言いたくてしょうがないんだもん、ね、もう言いたくてしょうがないんだもん、ちょいちょいで出そうなんだもんね、危ない危ない危ない、スバニアンとタマちゃんの話は、うん、あ、そう、うん、タマちゃんと、うん、タマちゃんの、うん、うん、うん、とか、そういう話もあるんだって、百、うんうん、金牌さんにあげたいって言うけど、ああ、それも、うん、もう金牌さんから僕ら、うん、あの、そうあるんで、うん、はい、大丈夫ですよ、タマコが、捕まったかどうかも、今日の会話で、まあ、そうですね、そう、把握します、金牌かなり痩せてたね、いや、やばいですね、ゲスルしだいぶ、で普段、その留置所でどんなものを食べてるかとか、まあもう、うん、じゃあ、今何が食べたいかとか、うん、そうですね、そういうことまで聞いてきた、いろいろ聞いてました、あのなんか15分で聞いてたんだけど、うん、面会時間は20分だったね、あ、そうそう、長かったっすね、ちょっと長めだった、うんうん、それは特別に20分だったのか、うん、普通にデフォで20分だったのか分かんないけどさ、あと留置所の対応すごかったっすよね、 あの、うん、刑務官っていうと、そう、ね、の対応とかの話もできます、いろいろできますね、やっぱ俺たちがそうだったとかね、うん、そこを言っていい、
そう、どいや判断ゼラクなんで、まあでも一通りの流れがあるんで、うん、その、そうだね、まああれじゃないですか、うん、やっぱり、うんうん、そうちょっと長めにやっぱ話せたんで、そうですね、うん、結構中身は濃いんだよ、うん、そのだいぶ濃いです、本当に濃い、うん、でも金林さんすごいなと思いました、うん、僕なんで話を聞いて、なんでかを言えないですね、なんでかは言えないですね、売りますね、本当に花火ありがとうございます、あります、うん、元気だったかって言ったら痩せ細ってたよね、うんうん、あのこのまあまあ、まあ、このアクリル、うん、アクリルボードのこっちなんですけど、いやどこから入るんですか、で向こう、アクリルボードの向こう側の部屋の扉が開いて入ってきた金馬を見て、えってなった、そうみんなね、うん、みんな3人して、そうえってなった、えってあ、そう、あと弁護士の話も全部聞いてきた、うん、現時点でどうなってるか、だからもうみんなが聞きたいこと全部てんこ盛りで詰まってます、本当に全部話せますよ、ね、うん、全部話す、全部話す、何隠さず、はい、で嘘を交えないで話す、うん、この回に限っては、うん、この回に限っては、うん、3人解散した後はお互いが、そう、お互いがあの自分の都合がいいように嘘を交えて、うん、エンターテインメントだから、ね、面白おかしく話したけど、ね、この回に限ってはもう嘘なく、うん、盛ることもなく、うん、真実だけを伝える、ありのままの、うん、本当に、うん、面会行ってなさそう、ツイッターを見ろよお前留置事務、留置のところで社員取ってるだろ、そうですね、それ持ってくるで、あ、大丈夫ですか、あ、俺まで大丈夫ですか、お子さんにしかもオールだからね、今日そう、うん、オールで寝ずに、うん、いやうん、いやお願いしますよ、うん、あれ、うん、格ついてない、あの今日はね、あれなんだよね、あのLTE テザリングで繋いでる、うん、そう、ドアの向こうに去っていくのを見送るですね、そうそうそう、最後ですね、名残惜しい感じね、そう、それを全部説明できるんで、そう、最後に、うん、最後に金梅が言った言葉とかね、俺たちと別れる時にやべ、先に外、あの部屋の外に出てくるんだけど、最後に金梅が俺たちに託した言葉とか、うん、そういうのもあるんで、うん、いやいや、じゃあ人の不幸をネタで稼ぐっていうけど、うん、金梅が言ってきたんだよ、その金梅を使ってあのふわちの花火をこじってくれと、うんうん、そこの真意っていうものが話を聞けば分かるから、分かる、うん、全部分かる、マジでみんなが聞きたい情報全部本当てんこ盛りだ、金梅がその、うん、自分の名前を使って花火をこじっていいとまで言った、うん、その何だろう、本当の本音っていうのが会話にあるからさ、うん、お疲れ様でした、うん、こじったからあの僕らごめん、いろいろ、うん、今度ね、うん、で僕の方に入るから今度ご飯行ったりとかね、うん、遠征費に使ったりさ、なんでニヤニヤするんですか、パソコンに使ったりとか、パソコン欲しいんだって、爆走が本当に面会に行ったかどうかもう俺聞いてきたから、うん、でそれでもうまあ面白かったね、うん、面白かった、本当とにかく面白かった、面白かったですね、こんな言い方変だけど、そうだ、俺も言ったじゃん、もうツイッターにつぶやいてじゃん、うん、ね、今日のこの配信に対して金映えの名前を使って花火こじきっていうハッシュタグをつけたじゃん、でもあれじゃないですか、一個金になってるのは罪名じゃないですか、やっぱりそうだね、罪名、みんなが気になってる、そうだね、罪名が、まあこの間ツバニャンの話だと、うん、その暴行、傷害、器物損壊って言ってたんだけど、まあ、それが本当にそうだったか、うん、そうじゃなかったかってことも、うん、分かるよ、うん、どうしようか、じゃあ時間決める、そう、あまり、このままだと、ね、時間がもったいない、そう、にらめっこみたいな感じになっちゃうねそう、じゃあグリックス最初は俺それでやるつもりなかったんだって、金梅がそれ言ったんだよ、うん、枠をやるのって言うから、うん、やるよって言ったら、ふわちで花火を上げてもらって、あれっていうことを、会話の中でね、まあ、俺も言ったけど、俺もそれをやっていいって言ったけど、うん、それを、うん、OK が出たからね。じゃあ、とりあえず一服してみましょうか。じゃあ、とりあえず一服してから。一服してくるわ、はい、こう、禁煙だからさ。はい、じゃあ、とりあえず一服して、順番でいきますか。順番でいきますか。どうしますか、
僕残ります。何でもいいですよ、全員で行ってもいいし。3人で行きやすいじゃない。あ、そうです。いいですか。俺も携帯、あ、いいや。やばいやばい、自動延長にするの忘れてた。延長します。ちょっとタバコ吸ってくるわ、うん、花火投げといてね、しょうがないな、お前たちは。え？なんだかんだ言っても2400人から下がんねえんだもん。じゃあ上がった、ね、じゃあ今3人で話してたんだけど、 あと10発で話すってことにした。あと10発で話そう。もうサクッと話そう。サクッと10発で上がって話そうぜ、うん、花火一発に対して1質問とか、うん、いいじゃん。あ、ね、30でいいや。30、7割7割引き、なんと今なら7割引きっつってね。値下げ、本当にそう、もうあのテレポ買えるから、もう30に買えるよ、もう。ね、30よく見るコメントあるじゃないですか、テロップ、ね、花火30発お願いします。そう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 、10発お願いしますから、ね、よく見るあのテロップみたいな。だいぶ太っ腹ですね。これでだって上がんなかったよね、別にね。それぞれの配信で言えばいいんじゃない。そうですね、嘘を交えて、うんうん、嘘を交えて、嘘を交えてだな。さあ上がるか。わだっち早く花火あげてって指名が入って、指名が指名入ってる。ありがとう。光を話してよ、ね。ちょっと V、うん、大丈夫。あのあと10発、うん、あと9発だね。あと9発か、
気圧上がれば、うん、そうだね、もうあのちゃんと聞けます、うんうん、よいしょ、ね、うん、今21発だもんね、あと気圧ね、うん、うわっ、あとはあらめさんドッピー、あと8発、あと8発、うん、そう、あと各自であの自爆やるんで、うんうん、そうそうそう、うん、だここはもう30で全然いいっす、うわ、ん、かわいそうだったな。いやそうですね、やっぱり、うん、いろいろと、うん、うん、いや、いいんだよ、今回はもうクズになり下がるからね、まあそうですね、そうそうそう、やっぱ、うん、でもなんか意外でしたね、僕話聞いてて、どいや、あの金梅さんはこうだろうと思ってたんですよ、こういうこと言うだろうと思ってたのが、うん、そうだね、あ、そうだったんだっていう、うん、金梅さんの気持ち的な部分で、うん、俺はそれよりも、はい、そのな、どう長い、どう長い、うん、まあ言えないね、言え、どういう風に言えばいい、ピー入れたいのも、俺だけ喋るとか処分というか、あ、そのあれがちょっと意外だった、ね、ああ、それはありますね、そうですね、俺たちがいろいろ自白でね、うん、まあ、他のユリカとかも言ってたけど、うん、言ってた処分とはちょっと違ったかなとは思う、うん、そうですね、もう真実が、うん、光林さんは大丈夫だったね、ナオちゃん、ありがとう、ね、あるに、そう、林さんは一応ね、こんな形でした、こんな形っていうこんな感じでした、うん、もうすごいなんか野生細って、マジで本当こんな感じだから、うん、お花火ありがとう、アベニー、ありがとうございます、本当こんな感じです、マジ本当そう、あ、やばいやばい、おお、お花火あった、ね、ペニーさん、ペニーさんお願いしますよ、あの真実を語りたいんで、僕もげっそりしてたね、あの今日はもう別に叩かれる覚悟でやってるもん、ね、まあそうですね、今日は荒れる、そう、まあ、だからこうやってこういうわざと叩かれる、和藤先生、和藤先生、ふわっちでろうそく3000人ですよ、すごい、そうだからね、あのこうやってわざと叩かれる枠をやってるのも分かったし、なんでかというとそれだけ多くの人に見てもらえたね、金梅が伝えた、おー、ありがとう、ありがとうございます、そう、金梅が多くの人に伝えてほしいって言われたんですよ、 それはもう間違いないですね、で僕らもやっぱできるだけ、あと一発だ、あと一発、あと一発、あと一発ですよ、できるだけ多くの人に、よっしゃ来た、よっしゃ来た、そこからドッキリ、じゃあ始まりますよ、ありがとうございます、あと一発ですね、あと一発、今のであと一発です、あちゃー、あツイッターでよっしゃー、イエーイ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 、ギャッ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 、あと、じゃあ、あの、じゃあ LINE の方、はい、今出します、じゃあ行きますか、待ってください、全部メモしてあるんで、はい、はい、よし、こちらです、おっす、じゃあ今から、じゃあテロップ変えた方がいいんじゃないですか、テロップ変えます、はい、そうだね、金梅の、真実を話します、うんうん、金梅について、金梅事件簿、うん、金梅、金梅事件簿金梅事件簿、金梅事件簿、金梅市初老の事件簿、金梅事件簿、金梅市、金田一郎みたいな、真実、金梅市初老の事件簿、真実を伝えない、はい、よし、よっしゃ、いよいよ来ます、皆さん始まりますよ、はい、ちゃんとみんな、あのいや、今からは、いや、さっきまで叩いてよかった、うん、これからあのアンチコムしたやつはブロックして、この放送は逆に、ああ逆にですね、ブロックして、まあ、気になっちゃうけど、ところで起こされちゃうの、この放送をもう聞けなくするからな、うん、気になってしょうがないのに、あのツイッターフォローしてないやつもブロックする、うん、どこのどれの深夜食堂ですか、それ、ジャポニが重症じゃねえんだよ、つって花火ありがとうございます、ありがとうございます、あ、メモ取っていいよ、うん、うん、ですね、じゃあお願いします、はい、お願いします、3人で、はい、面会行きました、はい、で留置の面会室に案内されて、うん、俺たちが配信者だっていうことをその刑務官とか警察官が知ってて、うん、すげえ調べられたよね、調べられました、バッグですね、はい、あの携帯電話とか、そうバッグの中身全部、そうバッグの中身全部出されて、あのね、うん、これちょっと裏話なんですけど、うん、あの実はバッグみんなチェックされました、うんうん、僕もね、あのこっち一人一人チェックされるじゃないですか、うん、僕のバッグだからバイアグラ入ってて、実はちょっとこれ何っつって、バイアグラですっていうのちょっと恥ずかしかった実はバッグだけバイアグラが入ってるその情報いる、そう、それで違う、その情報今いる、恥ずかしかったよねそうで、
その、全部荷物、俺たちはポケットの中まで全部何も持ってない状態で、うん、面会室に入ったんだけど、うん、そこに来た女性の警察官に言われたのが、どっかに録音機仕込んでないですよねとか言われて、どこまで疑われるの配信者と思ってさ、そう、うん、読み上げがうるさい、読み上げ言ってない、読み上げ、それ見てる方が読み上げやってる、うん、そっちが読み上げで、ね、見てる方も設定あるんで、うん、設定で読み上げオフにしてみて、あ、ゆいかさんがミラーしてる、ミラーは許可してないんで通報してください、バンデー、ゆいかさんの放送通報してください、僕もミラー許可出してないんでよろしくお願いします、一発です、ね、よろしくお願いします、あとね、あの僕ね、ツイキャス の運営の方にも通報しておくんでで、うん、あの3人、俺が真ん中で、左側にワド、はい、右側にヒカルっていう感じで横並びでアクリルボードの前に座ったわけで、うん、で入ってきたあの金梅は本当にげっそりしてて、はい、なんでもこう生きてるオーラが感じられなかったの、うん、で、あの第一声がそう座って第一声、俺たちを見て、うん、第一声が助けて、そう助けて、静かでしたよね、そう静かね、そう3人の 目を合わせた後に、うん、名前とか言わずにまず第一声が助けてで、あの、まあ、もうサクサクもう話しちゃうよ、うん、罪名は器物損壊と暴行、うん、障害はない、障害ない、器物破損と暴行、タマちゃんの携帯電話を壊したことと暴行、うん、そうですね、で累犯はない、去年の沖縄でツバネに暴行障害かな、うん、で、あの10日拘留と10万円の罰金になった、事件があったんだけど、累犯は取られなかったと、うん、で、弁護士はまだ決まってないです、今日決まるって言ってました、土日だったんで、うん、今日あの弁護士が決まると、で、あの今いる仮のね弁護士さんの話では、あの20日拘留の罰金刑ではないかと、うん、いうふうに、あのではないかっていうのを弁護士が金梅に話したと、うん、で、あのタマちゃんなんだけど、タマちゃんは初日に釈放されてると、うんうん、一応タマちゃんもあの捕まったというか、そう、まあまあ一日いたんだけど、うん、もうその初日に返されてると、うん、で、金曜日に面会に来たのはツバニャンで会ってるそうです、ツバニャンが実際行ったそうです、うん、でまず出たら何がしたいかと、まずその出所したら釈放されたら何がしたいかって言ったら、まずタバコが吸いたい、うん、そう、第一にタバコが吸いたい、次に肉が食いたい、うん、であととにかく留置場から出たいと、うん、で、あ、酒も言ってますね、ビールも、あ、そうだ、酒だ、うん、そうそうそう、だからタバコと酒と肉だと、うんうん、でとにかく留置場から出たいと、うん、配信のことは今考えてないと、それびっくりしたけど、俺たちは配信したくてしょうがないかなと思ったけど、うん、もう酒と肉とタバコしか考えてなくて、そう、配信のことは考えてないと、うん、で基本的な欲求を満たしたいというふうに言ってた、うん、で、あのステーキを 500g 食ってビールを3杯飲んで、その後に角エビ肉って言ってた、抜きに行くらしい。で、出たらどんな配信をしますかっていうのを聞いたんだ。俺は出たらどんな配信したいのって言ったら、あのいきなりステーキから配信して、あの祝電が入るまで配信をやり続けるという答えをいただきまして、でその配信の内容は、まあ、謝罪配信と、まあ、女絡みの配信はもうしばらくやらないと。うん、言ってましたね。女立ちをすると、うん、でその中にあのツバニャンからもそのコラボを頼まれてるんだけど断ってると、うんうん、ツバニャンがその釈放されたら一緒に配信しようっていうふうに言われてるんだけど、うん、それ全部断ってるらしい、そう、うん、でキャスバーはあの怖いからもう行かないと、うん、なんか怖がってましたね、そう、なんか怖がってた、出たらどこ飲み行くのって、ね、キャスバー行かないのって言ったら、キャスバーは怖いから行かないで、あのじゃあ留置場生活はどうなのって言ったら、うん、夜と朝は毎回コロッケだと、うん、で昼飯は食パンと牛乳しか出ないとか、うんうん、だからもう本当になんか栄養失調じゃないけど、もうほっぺたがこけてたもん、揚げ物しか出てこない、そう、夜と朝、はい、そう、夜、うん、前の日の夜に出た揚げ物が次の日の朝に出てくる、そのままね、前の日コロッケだったら、うん、夜コロッケだったら次の日の朝がコロッケ、そう、おのぼり、コロッケばっかりって言ってましたよね、うん、そうで昼飯がもう食パンと牛乳しかないと、うん、であのリスナーさんに伝えたいことは何ですかって言ったら、たびたび塀の中に入ってしまってもう申し訳ないと、うんうん、
そういうこと言ってて、であの面会に関しては来なくていいって言ってました。リスナーとか配信者とかも面会は来なくていい、来なくていいって言ってました。多分面倒くさいだと思うんだよね、うん、いちいちこうチェックされて出てくるのが、ね、ただあの手紙が欲しいと、うんうん、手紙に救われてると、うん、で今現在7つ来てて、あのとにかく手紙をなんかもうトラック1台分ぐらい欲しいと、なんか10トントラックいっぱいに持ってこいって言ってました、ね、そうですね。でただ面会は来なくていいんだけど、うん、差し入れに関してはあのお願いしたいと、うん、で雑誌を差し入れしてほしい、週刊誌とかね、うん、週刊誌とかの雑誌で、あとはプレイボーイとかね、うん、そういうプレイボーイが読みたいと、うん、言ってたのと、あだから占い系の本を差し入れしてほしいって、なんか手相占いがどうだ、つばちゃんが手相占い本を差し入れしてほしいって言ってたのが、うん、本当か嘘か分かんなかったんだけど、そう分かんなかった、持ってけなかった、うん、でガチでその手相かどうかあれだけど占い系の本を差し入れしてほしいって言ってた、うんうん、で、あと現金の差し入れが欲しいと、うん、あ腹がやると、小説はいらないらしいです、そう小説はいらない、いっぱいあるみたいなんで、小説とかなんか中にあるみたいで、週刊誌とかその占いの本がいいみたいなね、うん、あとは現金と手紙が欲しいって言ってたね、手紙とにかく欲しいって言ってた、とにかくあの手紙が欲しいって言ってた、うんうん、あと現金とお出し、ね、そう、うん、はい、でとにかく今 書から出たいから、うん、だから俺たちには拡散してってほしいと、そう、うん、どんどんね、そうだから俺はあえてその叩かれるような手紙 で、そうですね、まあ、今回もそうですね、そう、あの閲覧数を上げてから話してるんだけど、うん、とにかく出たいと、もう配信にもうタマちゃんが見てると思ってそれに訴えかけるように言ってほしいと、うん、あの被害届を取り下げてほしいと、うん、このままだと20日間残り2週間ぐらい拘留されると、タマちゃんが見てるんだったら取り下げてほしいと、あの取り下げてくれるんだったら新しい携帯も買ってあげるし、美容院にも連れてってあげるし、服も買ってあげると、ね、罰金で10万20万払うんだったらそのお金をタマちゃんに使いたいと、うん、だからもしねこの放送を見てる人が行き先を知ってたりとか連絡が取れるんであればそれを伝えてほしい、もしくはタマちゃん本人が見てるんだったら、うん、あの取り下げてあげてほしいと、うん、いうような流れでしたと。であの10日間ぐらいで、まあ、今6日だ、あと4日ぐらいで、そうですね、うん、リスナーさんは俺のことを忘れてしまうだろう、ああ言ってましたね、言ってましたね、そうなったら本当のオワコンになってしまうと、うん、でこのアクリルボード、そうこうやって、そうアクリルボードにこうやってしがみついてね、分かる、アクリルボードあるじゃん、うん、アクリルボードにこうやってやって、うん、ね、あのこのアクリルボードのこっち側が本当のオワコンの向こう側だって言ってた忘れられちゃうって言ってましたね、あ10日間もこんなとこにいたらみんな俺のことを忘れちゃうと、こうしがみ、俺が真ん中にいて俺が正面だったんだけど、こうやってしがみついてアクリルボードに、あの こっからこっちが本当のオワコンの向こう側だったっつって、うん、言ってた、悲しそうな目してましたね、ほんであのもう泣きそうだったよ、泣きそうだった、ガチ泣きそうだった、ちょっと半泣き、うん、そうマジで、で、あの帰り際に最後にあの最後に最後の一言、最後の一言、最後の一言はですね、うん、最後部屋を出てる時に言った言葉がこれ、さあこれですね、寂しい、寂しいで終わりました、寂しいって言って出て行きましたね、寂しいって言って、あの重々しい扉から出てって刑務官って止める、うん、それで終わったんだけど、とぼとぼ歩いてきましたね、服は、そうそう、ほんで服はね、あの、うん、スウェットの上下を着てたんだけど、うん、グレーのね、グレーのスウェットの上下着てたんだけど、うん、あの亀有警察署から借りたやつで、ここに丸亀って書いてある、最初、何これ亀、俺はなんかてっきりドラゴンボールみたいな、亀仙流のなんかあのね、同期スウェットかなって、ね、しかもあのマジックで、マジックで亀、ここに亀、グレーのスウェットのここに丸亀って書いてあって、ね、ズボンもこの辺に丸亀って書いてあって、横に XL って書いてあって、びっくりします、サマが来てたのもそうだけど、うん、黄色いやつだけど、そう、なんかそういう連想でやっぱ見ちゃってたから、なんでカメしてるんだろうと思って、そうそうそう、つい突っ込んじゃった、コメントでね、質問等があればね、うん、まあ今もう今な話したことはもうほとんどなんだけど、まあそうですね、本当に、うん、それ以外でもね、あの質問で気づければと思うけど、うん、そうです、うん、なんか質問があれば、タマコにはまる、いや、それは分かんない、タマちゃんの今の居場所が分かんない、そう、連絡もつかないし、もう釈放されてるんだけど、そう、まあ、こっからじゃ憶測になるけど、うん、まあ、誰かがかくまってるんじゃないかと、そう、うん、いうことなんだよね、
とにかく放送で拡散とかリスナーさんに拡散してタマちゃんに気づくようにしてほしい、多くの人に伝えてほしいって言われたんだよ、うんまあ、とにかくやっぱ被害届取り下げてくれればすぐにでも出れる状態らしいんで、そう、被害、だからもう被害届をタマちゃんが取り下げればすぐ釈放になるわけね、うん、そう、そうなるんだったら俺はタマちゃんにその罰金と同じ、うんうん、そう、罰金と同じ額払って携帯も買ってあげるし美容室も連れてってあげるし、うん、新しい服も買ってあげるという、うんうん、そうだね、またでもタマちゃんとまたセックスがしたいかっていう質問に対しては、うん、それはないって言ってた、うんうん、もうだから女性と関わらない配信で、うんうん、そうよね、うん、言ってたし、うん、妻の話はなんか一部本当で、ただあいつの場合はなんか多分とか で、うん、でもなんとかかもしれないみたいな言い方が多かったから、そうですね、タマちゃんとの復縁はありえないっていうようなニュアンスでしたよね、うんうん、言ってました、あくまでもその取り下げてくれるんだったら、うん、その罰金の分タマちゃんに使っても全然いいというような言い方、うん、弁護士費用国選にってことですか。そう、最初はそう国選だと思う。ただその弁護士が今2人候補がいてどっちになるかわからない、今日決まるということだった。なんでね、あの弁護士の名前とかもちょっともうわからない状態。そう、弁護士誰に頼んだのって聞いたんだけど、うん、あのまだ決まってなくて今日月曜日に決まるというんです。面会室36回でしたっけ。え、面会室会話2階でしょ。2階です。どっから36階です。面会室は2階、要は留置係が2階だってこと、うん、そうだね、手紙はあの、亀有警察の留置係の山崎誠宛てで届くと思う、うん、差し入れもそうです。差し入れもそうだね。リスナーさん出してあげてください、うん、東京拘置所じゃなくて亀有警察署、うんうん、あと現金もあの、うん、差し入れてほしい。そう、この間あの現金は現在あの村の光から入った5000円だけだと、うん、で手紙は7つで、手紙は本当に嬉しいです。いや、もう喜んでました、うん、手紙いっぱいくださいって言ってました。で今日は我々はあのワードが手紙持ってたのね。あ、そうです、うん、リスナーさんからコメントで金梅さんのメッセージまとめて手紙で渡したので、うんうん、3人のうち誰かあげられないのってどういうこと？どういうこと？コメント見ているだろうよ。金梅は被害届を出してるかどうか聞いてないね。でも出してたってことですよね。そう、釈放されたとか、ね、うん、まあ、出してたとしてもちょっと取り下げたってこと、まあ、受理されてないってことですよね、うん、暴行の内容に関してはあまり詳しく言ってなかったね、うん、3000、4000いきますよ。あくまでも暴行と器物破損、破損、うん、要はタマちゃんに暴力を振るったということと、タマちゃんの携帯電話を壊したということで逮捕と、うん、タマはなんで悪くないか、悪い悪くないよ、だってその警察とか、うん、警察とか警察署が決めることで、で本人がやっぱり金梅がその、まあ、被害届を出さなかったか、もしくは出したけど取り下げたんであれば、うん、しょうがないよね。まあそうですね、うん、あと電話が殺到してるっていうの困ってますよね。手紙が、ね、手紙が、うん、手紙がいいっつって、あの、うん、警察署にたくさん問い合わせがあって困ってるんだっていうのを言ってたから、うん、手紙送ってほしいです。そう、手紙送ってあげてほしいって、うん、もういるのは確定なんで、つまりあの1万円差し入れしたって言ってた。それは嘘ですね。それ嘘です、ね、うん、村の光からの5000円しか来てないんですよね、うん、タマのね、実家ってタマがどこにいるかが分かんないのよ。あの目撃情報すらないから。そうですね、うん、だから誰かがかくまってるんじゃないかなと思ってるけど、うん、まあ、電話も出ないし直電も、うん、あの LINE もずっと既読ついてないので、だからツイッター更新してるってことは、うん、まあもう携帯をいじれるところにいる、まあ、で誰かが配信しないようにかくまって止めてるんだと思う。おそらくそうです、うん、まあ、なんでタマちゃんこれ見てるんであれば、そうだね、タマちゃんの関係者とかも、うん、取り下げてほしいですね。被害届を取り下げてほしいですね。お願いします、はい、本当に。博士が弁護士費用の工面を頼まれたっていうのもそれも嘘です、まあ、絶対ありえないです、うん、それは嘘です。国選なんでありえないです、うん、そう。なんでそんな嘘つくんだろう。そう、うん、はい、タマちゃんが先に暴力を振るってもそれに対して男がやり返しちゃうと、やっぱり男と女で男が悪くなるパターンが多いのよ、うんうん、まあ、力が強いからってことで、うん、被害届を取り下げたら釈放というのは下せんのよ、うん、
まあでもそれはしょうがないよね、うんうん、でもその分その玉ちゃんは被害の補填でその携帯新しいのと、うん、その罰金刑にかかるお金は玉ちゃんに現金で渡すっていうことを言ってるんで、うんうんうん、でもうその関わらないって本人が言うのであれば関わらないしっていう、うんうん、そうだからあの金梅さんはそのあれも気にしてましたね、うん、電話とかにもそういう連絡も返してこない、配信もやってないっていうので、うん、弁護士が連絡しても出ないんじゃないかっていうとこをちょっと不安になってたね、うん、こういう感じですね、長崎誠容疑者、うん、あの代表したのは僕が似顔絵を描かせてもらいましたけど、もう本当こんなげっそりやってましたよ、うん、山崎誠容疑者40歳自称ネットアイドル、もう痩せて細ってましたね、痩せてたね、だから、ね、うん、この昔の痩せてた時の血の吹き流れ香川みたいな、ああそうですね、髪なんかこう下ろして、髪なんか長くてこう2つに分けてね、うん、で襟足もすごい伸びてたよね、伸びてました、ね、そのスウェットの後ろにつくぐらい襟足が伸びてて、うん、ボサボサだった、だからね、まあ、俺もどうなるか分かんないけど、その、まあ、言っても、まあ、俺は障害がつくと思った、ルイハンと障害がつくと思ったから、執行猶予になっちゃうかなとか言ってたけど、まあ、安心してもらいたいのが、まあ、長くても20日拘留の、20日拘留の罰金刑で済むってことだね、うん、ご飯も質素で、お昼ご飯は食パンと牛乳しか出てこないと、そうですね、でその日の夜出た、で揚げ物ばっか出るって言ってた、コロッケ多いね。揚げ物ばっかで、夜出たその例えば夜がコロッケだったら次の日の朝ごはんもコロッケだった、そう残り物ですね、完全に夜の残り物が朝ごはんに出て昼の食パンと牛乳だけだと長くてもあと2週間ぐらいです、そうだね、今6日7日目6日だったのか、6日です、 だからあと2週間ってことだね、うん、早く出たがってますさ、うん、そう出られるとしたら、もう今日にでも、いやだからあのタマちゃんが被害届を取り下げればもう今日明日にも出れるけど、それがなければ長くて20日、残り2週間出てこれないと、うん、で、電話か、寂しい、いやいや、いいですで、何だったら、何をしたっけ、2週間か、うん、で、やっぱ10日も入ってたら、みんな俺のことを忘れちゃうと、うん、ですごい寂しそうに言ってた、うん、だから、俺たちが配信でやっぱりこう話題にしてほしいと、うん、みんな話題にしなくなってるのが一番怖いって言ってたね、うんうん、中ではなんか同じ留置の若い、そう22歳の男の子がいて、22歳ですよ、そうするとなんか食い物の話しかしてないですよ、なんか家も近いから一緒に出るはっとけには、うん、そのなんか何でしたっけ、何が食べたい何が食べたい、もう食べ物、いきなりステーキ、そういきなりステーキ行って、うん、角エビ行って何でしたっけ家に帰るって言ってましたね、そう、若い、いきなりステーキ行って 500g のステーキを食いながらビール3杯飲んでその後に角エビでそう、すっきりしてお家に帰るって言ってましたね22歳の男の子と、うん、さあ連続さんお茶持ってきます、花火100発っていうのは別に俺あの金馬で言ったわけじゃないけど、金馬で言ったのが俺が金ちゃんに、うん、じゃあ分かったらこの後放送するわっすね、うん、金ちゃんの名前利用してこじるわっつったら、うん、それをやってみんなに伝えてほしいって、そうですね、まだからわざと俺が最初ね、叩かれるためにそういうテロップにしたのよ、うん、わざとツイッターにさハッシュタグつけたじゃん、金梅の名前を利用して花火こじきって言って、うん、で花火100発で話し出すっていうことをやればやっぱりうわーって湧くじゃん、アンチも湧くでしょ、で叩かれるってことはそれだけ閲覧も増えるわけ、まあ上がりますからね、閲覧が増えたところで話をすれば、ね、じゃあたくさんの人に聞いてもらえるわけでしょ、うん、そういうことだよ、まあ、そういうことですね、うんうん、どうなんだろう、他に何か聞きたいことはある、うん、ある方います、リスナーさんで、うん、逆に何か気になる点とかは、まあでも本当確実にこれは今さっき言ってきた、うん、まあ、今日朝10時ぐらいの本当にまんまなんで、ちゃんとメモ取ってきて今の話の流れなんで、俺と光が金馬に、はい、まあ、交代というか俺がメインで聞いたけど、うん、その合間に光が質問をして、はい、その会話を全部横で
ワードがメモじゃん、どういう質問に対してどういう答えっていうの、うん、でそれを後でその光と俺と見直して間違いがなかったかどうかチェックして、で俺が抜けてた部分を書き足したりとかして、うん、今の話が出来上がった。そうです、うん、罰金は多分、うん、30万以下だっけ、どうなんですかね、多分10万から30万の間じゃないの、そんぐらいってことですか、ね、去年そのツバネに暴行した時は、はい、10日拘留で、はい、罰金が10万円だっけ、あそれとそう10万円だったんです、去年の暴行は10万円だった、はい、まあそのぐらいじゃないかなとは思うけど、タマ、うん、ちゃんに関して恨んでる感じはなかったよね、逆にあのタマちゃんは俺のこと恨んでるなんて言ってた、うんうんうん、逆にだからあのタマちゃんにあの取り下げてほしいと、うん、とにかく出たいと、うんうん、留置所から出たいで面会に行った俺たちができることって言ったら、うんね、じゃあ金前が今すぐ留置所を出たいで俺たちが手助けできることは、うん、こうやって配信で拡散してタマちゃんに呼びかけることなんだ、うん、タマちゃんが、被害届を取り下げればすぐ出れるわけだから、うん、こうやってたくさんの人に呼びかけること、うん、そうですね、これしかできないんだよ、うん、もうとにかくその拡散してくれっていうのを、うんもうみんな配信者でタマちゃんに伝わるようにってお願いしてる、うんうん、それ以外にね捕まった人に何もしてあげられないからさ俺たちはさ、お延長します、よいしょ、差し出してあの手紙だけだね、じゃあ昨日もさ俺仕事前に買い物したかったんだけど時間がなくて行けなかったのよ、朝店もやってないからさ、うん、まあでも差し入れいりますかって言ったことに対して、うん、あの金馬さんはやっぱその雑誌と占いの洋服とかはいらないって、そう、そうあの洋服とか俺も言われて洋服買っていこうと思ったのよ、うんうん、スウェット買って紐抜いて持ってってあげてとか言われたけど、うん、あの決まりのリスナーに、うん、洋服はいらないと、うん、欲しいのはあの手紙と雑誌、うん、あとは現金って感じでした、うんうん、あ携帯なんかも全然使えないしもちろんタバコも吸えないし、まあ、公衆電話ももちろん使えません、うんうん、たまとだから示談、示談、だから金馬がそれを望んでるんだよね、やっぱ示談に、まあそうですね、それ取り下げてるのがやっぱり優先だと思うからね、うん、どうなんだね、示談金を要求して、うん、そのお金を払えば、うん、じゃあ取り下げるっていう形になるのか、うんまあ、これを聞いてたまちゃんか、はいね、取り下げてくれるか分かんないです、分からないですね、うん、実際タマちゃんおるの？カンマいるよって言ってたけど、分かんない、コメントでいいのかな？いや、いないでしょ、まあ配信もしてないしさ、うん、まあちょっと本当に消息不明ですよね、うんうん、まあでも何よりも早く出てほしいですね、そうだね、やっぱちょっと配信会寂しい、うん、寂しいっす、クズだけどね、うん、クズだけど、うんうん、女と絡まないって言うからさ、うん、女と意外でしたね、もう嫌だって言って、そう女に懲りたんですよね、うん、女とキャスバーは懲り懲りたっていうさ、うん、ね、そう光の電話にも出ないでしょ、そう全く出ないです、うん、電話は鳴るけど、うん、全然出ないし折り返しもかかってこない、いやアクリル板には触れるよ、俺とあの木村のアクリル板をそうアクリル板越しにこう手を合わせたから、手と手を合わせたからね、こうやってこうやって「金ちゃん!」っつって「助けて」って言われたずっと言ってましたね、寂しいっつって寂しい助けてってさ、うん、いやっつってそう泣いてたよね、泣いてましたねそうアクリル板には触れる、ただあの面会室にはもう携帯電話とか録音機器とかカメラ、うん、ビデオカメラ、うん、その他こう何かこう記録できるものってのは持ち込めない、うん、記録できるものは紙とペンだけ、うん、かる、画像動画音声そういったものを記録することができないんだよ、だからその向こうの金馬街の方の刑務官もノートとペンだよね、それでメモってるし、で俺たちもボールペンと紙をワードが持ってそれにメモったってこと、なん話す内容は何でも話してもいい、何でも大丈夫、ただそのアクリル板越しに物を渡したりとかっていうのはアウト、そう英語で喋ったりとか、そうあと外国語で喋るのもダメなんだ、うん、英語とは限らない、うん、中国語とか韓国語とか、まあね、外国語で要するにその刑務官が全部メモしてるから、うん、あの
まあ、これは外国人の犯罪者逮捕者とその面会者がやるんだろうけど、その刑務官に分かんないようにその外国語でこうやり取りするっていうのが禁止されてる、うんうん、花火師さんの質問なんだろう。ちょっと待って、どこどこどこ、下の方っすね。ちょっとどこ待って、どこだった。いや結構もう流れちゃった、流れちゃったから、はい、もう潰れちゃってます、ね、なんていう質問だってちょっと教えて。何で質問だったの、花火の質問何だったんだろう。残金100万、あ、タバコは吸えない、うんうん、いやいや、つばにゃんに弁護士費用は頼んでないから、頼んでない、うん、頼んでない、それはつばにゃんが嘘をついたの。そう、うん、だからつばにゃんがふわっちで弁護士金梅さん助けたいから、うん、弁護士費用をこじってただけなのって、うん、嘘ついて、うん、すごいよね、コラボしようって。つまりに胸を見せてって言ったのが本当か、それ聞くの忘れたな。ああ。つまりにおっぱいを見せてって言ったかどうかを聞くの忘れたわ。うん。だからその弁護士費用を頼まれたっていうのはつまりの嘘。うん、嘘です。うん、ありえないです。うん、そうだから弁護士については僕も視線の弁護士を、うん、あのまあ用意しようかって言ったんだけど、もうあの。まあ、俺も分けてたけど、もう頼んでると、うん、ただ今日中にその誰、うん、と弁護士が決まると。そうです、ね、うん、今2人候補がいるんだって弁護士の、うん、どっちにするかっていうのを今日決まるんだって、うん、ありえないってこと、うん、決まり聞いてよ、うん、頼んだから、その弁護士に関してはつまり頼んでないってはっきり言ってたんだ、うん、言ってた、うん、自分で頼んであるから、ただそれが土日、昨日一昨日と土日だったから今日決まるというふうに言ってた、うん、持参金100万だって、つまりはそのリスナーを騙したと。だから当番弁護士が今話をしてるんでしょ、うん、でそれでその当番弁護士からその2人いる今いる候補の中からどっちかに今日中に決まるってこと、うんうん、まあ、面会に行ったことはつばにゃんが言ったのは確認してきた、俺はあえて金曜日、ね、つばにゃんが来たっていうふうに聞かなかったから、要は金前はさ塀の中だから放送とか全然見れてないわけ、うん、だから俺はしらーっと金曜日誰が面会に来たのって聞いた、そしたら金前が妻にゃんが来た、うん、最初分かんないみたいなこと言ってたんだよ、そうちょっと濁したんだけど妻にゃんが来たってはっきりしたから、うん、それは確かに妻にゃんが来たんだよ、うん、でもあの警察の人にも僕聞いたんですよ、うん、あの金曜日に女性来ましたよねって、うん、面会に言ってたら、うん、あ来ましたねって、あそれは教えてくれたんだ、そうはい言ってました、そう長くて20日勾留で罰金だろうって、だから今の当番弁護士が言うことだからね、だからそこはだろうなんだけど、まあ、でも、うん、まあ罪名見たらそうっすよね、そうだね、まあまあ、暴行と器物破損、うん、で累犯もない、累犯もなく傷害もないし、うん、ないから、うん、もう罰金っすね、罰金、明日以降の面会に関しては来なくていいって、うん、あの面会はあの来なくていいって、うん、ただ差し入れはしてほしいです、手紙雑誌現金、配信者とかリスナーはもう今日ね、もうこれ以上面会来なくていいですよね、うん、面会来なくていいからもう手紙をとにかく欲しいと、うん、手紙をとにかくあの送ってほしいって言ってた、うん、差し入れは雑誌 と、手紙と手相とは言わない、まあ、占いの本が見たいって言ってた、ね、占いの本と、まあ、いろんな雑誌と、うんうん、そうですね、あとプレイボーイが欲しいって言ってた、うん、雑誌のプレイボーイ、エロ本ですね、エロ本だね、エロ本ですね、うん、手紙はあの亀有警察署の留置係の山崎誠宛て、うん、で大丈夫、多分みんな送ると1人5冊までしか中に入れられないんで1人1冊でいいと思いますよ、うん、あと手紙、そう手紙をとにかくタバコとかを差し入れしても吸えないから、あの、うん、処分されちゃう、処分されちゃう、うん、それなら現金の方がいいです、うん、中で買えるんで、そうで多分金前はそんなお金に今困ってないんだと思うんですよね、うん、要は雑誌と手紙って出て、俺が現金の差し入れはって言ったら、
あ、それはありがたいと思ってさ、でもそんなにって感じでしたよね、まず手紙、手紙、そう、まずもうとにかく手紙が欲しいってさ、多分なんか暇なんでしょうね、そう、もうやることないんだけど、本当にその今7通届いてるんだけど、うん、手紙を何回も読んで、本当ありがたいって言ってたの、嬉しいって言ってた、うん、7通届いてるっておっしゃってました、うん、あの10トントラックいっぱいの手紙が欲しいって言ってたの、多分今の金前の精一杯のこうなんかギャグっていうかその笑いだったんだと思うんだよね、風呂とシャワーは、2日に1回か3日に1回です、うん、あのだからツバヤンが言うことはあの、まあ、一部本当だった、うん、でも大概がやっぱ自分に都合がいいように話してる、だ今日もこうやって3人揃ってて話すから間違ったことを誰か言えば他の人が突っ込むし、絶対そうなると分かったもんね、分かってますね、これじゃあ面会終わってじゃあお疲れっつってやって、和道が自分の家帰って放送したらやっぱ和道が都合がいいように話すし、うん、俺だって俺が都合がいいように話すし、光は光る、そう、うん、まとまって便所さんの枠で全員証言が合うようにしようっていう、うん、そうで3人で話そうってなったんだよね、封筒の制限とか多分ないと思うよ、普通の茶封筒で渡してたもんね、茶封筒で、うん、はい、光に質問していいよ、何でしょう、なんか行かれたなんとかさ、うん、そうそうそう、プレボーイ限定じゃない、なんか週刊誌が欲しい、週刊誌とエロ雑誌があるみたいですよね、うん、ああ嘘だね、同棲も嘘、つばやんにそう誘われてるけど断ってるってさ、はっきりと女との配信はしばらくしないと言ってた、うん、言ってましたね、質問なんだろう、来た、流れちゃったかな、いや、まだ来てないですね、つまりは一人が言ってることを信じるか、俺たち3人が言ってることを信じるかは君たち次第だよ、あと2週間後に出ます、長くてもあと2週間ぐらいね、20日交流だから、バクソの嘘をツイッターにアップしてほしい、なんだろうね、バクソの嘘は、うん、まあ、占いの本は欲しいって言ってたけど手相と断定はしてなかったってことと、留置情報3回って言ってたけど2回だったってことと、あと弁護士費用を頼まれたっていうのが真っ赤な嘘だったってことだね、うん、花火損傷、そう、起訴されないって、うん、不起訴、今後金映え、なんだ、今後金映えと絡みますか、あと聞くんですが、光さん金映えの弟子なんですかと、さあいつものいつものセリフお願いします、え、いつものセリフだけ、いつものセリフ、いつものセリフ、ああ、だから分かってないね君たち、俺はあの便所太郎出身金映え育ちだ、うん、3倍目光です、そうこれ何年間続けたんですか、これも3年間続けたね、3年間毎回同じこと言ってたね、2回言ってたんだっけ、なんか3回言ってたのに、ね、2回や、3年間やってたこれ、3年間、俺とか金牌で言うと、うん、こうバイさんとか便所さんって言うけど、そう、あの東北戻って一人で配信すると金牌がとか便所だって、そう、便所だよ、ディスリーディスリーかけるから、で今日も解散したら、あの便所さんと和田さんのディスリー始まるから、俺も俺もあの大阪であの3倍に光るをディスる、そう、いやいやなんてあの知ったかぶりだから、うん、ね、お前行動してみろよ、だったら面会行けよ、じゃあ話持ってこいよ、うん、何一つ動かないで家でカタ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 しやがってよ、うん、なあ、選挙で言ったらお前の公約を守れ、公約を久しぶりに守ったのが、まあ、あれだろ、座談会だろ、留置所で金目さん待ってる間、便所さんの声が大音量で流れたら笑いましたえツイキャス見て監視してたから、監視してたゆうじゃん、ゆうじゃん、留置場で、留置場でね、あの見る放送ねえから、つまんねえから待ってる間、留置場の待合のさ、ベンチがあるんだけど、そこでゆうじゃんの放送を見たら、あの亀有の2階の留置係 の,
そのフロア 全体のユイガの声が響き渡ったからやべやべとかそれでミュートにして何て言ったかって言ったら佐野とユイガはミュートでも面白いなって言って佐野さんとユイガはあのミュートで見てても面白い動きがなんかねあの爬虫類みたいなねこういうカクカクカクこういう別にあの電波が悪いわけじゃないんだよ電波が悪いわけじゃねえのにユイガはあのこうやってしゃべったからその動きが滑稽でしょうがなかったもんねタマちゃん本当はね取り下げたいまあそうですね、はい、ちょっとまあそのかもし囲ってるリスナーさんとかいたりとかするんであれば、うんまあ、ちょっとね話をね通してくれたらなって思いますよね、うん、もう関わらないって言ってるし、うん、あのお金も払うしそう携帯も買うってちゃんと言ってますあの取り下げてくれたらタマちゃんに新しい携帯を買って美容室も連れてって新しい洋服も買ってあげると、うん、罰金で払うお金を全部タマちゃんに使うって言ってたそうね、僕らからもお願いします取り下げたら出てこれなの、うん、釈放されそうもうすぐ出てくるみたいです爆走、うん、電話しなくていいです放送中に、うん、いやいいです、ね、もう僕もこの放送終わって大阪向かうんでまあそうですね、一応あの、うん、この録画残しますんでねこの放送ねだからあの今日大阪行くんでしょ、うん、ツーバーにはちょうど大阪いるから文句あるなら大阪公演でいいじゃないですかであの僕はあの、うん、今日大阪であの誰とも絡まないんで僕はあの誰とも絡まないあの唯一今日夜あの香川のバーに飲み行くけどそれまであのリスナーさん以外は会わないよ会わないですね配信者とは慣れ合わないあの大阪にいるあの配信者はあの僕のところにあの来ないでもらっていいですか、まあ、大阪めっちゃなんか今配信者集まってますからね気持ち悪いぐらいの大阪なんかすごいですよね今めっちゃ集中してますから、ね、あの僕のふるさとなんでいや全然ふるさとじゃないけど妻には電話したいってじゃあの大阪に新大阪行くから迎えに来いって言ってあとでツイッターにあの新幹線のチケットの写真をツイッターに上げるから到着時間が載ってるから新大阪まで迎えに来いってあの北海道のうさんくさいモモ君にあの送ってもらえって、資産金100万ってどっからなんですか？資産金100万だってって言ってる人はどういうことだ？もし本当だったら弁護士さん通して多分連絡行くんで、それ話してください。うん、あの弁護士さんと。そうだね、連絡行くと思うんで。そしたら直接交渉できるんで、うん、金梅さんと。ね、まああのいや新大阪に迎えに来てくれればいい。あとは会わない。北海道はディスってないよお前北海道はいいとこだよね、うんうん、北海道もう海の幸も美味しいしさ、ね、お肉も美味しいしさビールもうまいし空気もうまいし水もうまいしね最高ただ一つだけ俺ね、うん、北海道でちょっとディスらざるを得ないというか、うん、言いたいことあるなんすか北の美少年ってやつあ北美のおっさんですか、うん、あいつはちょっとダメだなあいつだけダメ北海道大好きだけどあいつだけダメいや、金前髪切ってないもんボサボサだって今これあの終わって似顔絵描いたんだけど、うん、こんな感じで頬は痩せこけ顔中ごぼニキビがあって唇はカサカサに乾いてて目は死んだ魚のようになってて髪はボなんかもう昔のなんかあのティオフィナーレカガーみたいなボサボサだった、うん、それでステッカー作ろう作らないよ、うん、これで寂しいとか言ってたから助けてっつってああ LINE 見てああこれで寂しい助けて言ってたからねこれでそうだねしかもスウェットカメだしねそう手ザリングキムちゃんないから大丈夫かなそう絵がうまいが本当にピンポイントで上手、うん、押さえてるポイント、うん、心霊廃止の話なんかしてないよ全然、うんうん、まあ、あれですか。タバコ吸ってきていいですか。いいよ。吸ってきますね、パパッと。うん、うん、よっしゃ。吸ってきます。いけら。よいっす。よいしょ。ふふふ。ももくんにあの大阪で会おうって言ってて、大阪でな。
金梅さんからリスナーさんへのメッセージはとにかくお手紙が欲しいっていうことと、手紙が欲しいです。あと雑誌と、いや俺は嘘ついてないよ、ね、だってここに証人が3、ね、俺以外に2人いるんだよ。俺は嘘ついてたツッコミが入るじゃん。あのというか僕がメモ取ったことなんで、うん、そう、はい、じゃあ妻なんか言ったことに誰か証人はいるの？いないんだろ、一人で行ったんだからさ。俺ら3人で行って嘘ついてたらツッコミが入るだろ。ね、うん、3人が嘘ついてる。いやいや、まあそれはリスナーに任せるよね、うん、どうぞ。スマリアンが一人で言ってることを信用するか、俺たち3人が言ってることを信用するか。なんで自信持って言えるかっていうと、20日後に、2週間後に答え合わせ必ずされますから。金梅さんから本人から言うんで、うん、どっちが正しかったか分かりますよ。和道は一体にあるっていうけど、全部俺と金梅、あと光と金梅の会話を全部メモした、初期してた。いや20分だったんだよね。で3人がそれぞれの質問をしてたらあっという間に時間がなくなっちゃうじゃん。だから俺は事前に和道に、和道来てくれて申し訳ないけど、じゃあ俺と光で質問するから会話を全部メモる、初期をやってくれって言って、で和道がいいですよっていうことで、あとリスンさんからコメント預かってたんで、それを手紙で渡してきました。そうだね、そう、起訴はされてない。じゃあ俺も倒すって聞いて。あ、いいっすよ。ちょ、和田さん来てよ。あ、了解です。すいません、和田つです。よろしくお願いします。和田が詐欺師。うん。僕はひたすらメモ取っていて、ちょっと字が汚くて、あれ、申し訳ないんですけど、こんな感じで全部メモを取ってます。はい、メモ係に集中したので、で3人でここ間違ってる合ってるっていうのを文面に起こして、でそれで今日お話しさせていただきました、うん、はい、はい、罰金はそうだな、罰金のことには関してはちょっとわからないです、すいません、罰金に関してはわからないです。まあでもそれで嘘だっていうふうに言われても、どちらを信じるかはリスナーさんにお任せするので、で金梅さんが出てきた時に本当のことがわかると思うので、面会時間は20分いただきました。面会時間は、お疲れ様です。被害届が多分受理されなかったか、金梅さんが被害届を出してないので、警察は釈放したっていうふうに聞きました。電話出ない理由はごめんなさい、僕はそれは分かんないです。あ、はい、あと2週間後には出てきます。僕もタバコ行ってきます。でね、もう眠いんでね、僕たち、うん、僕たち眠いんで、俺は大阪にこれから東京駅行って新幹線乗って向かう、うん、もう全然オールっすよね、今日光君はどうすんの？寝るの？僕は和藤さんとまあタクシーで帰って、うん、まあ寝ますかね、とりあえず、うん、まあ、1時ですね。大阪で放送してるけど、まあ、その時もね、質問があれば答えようと思う。光は起きたら枠開くんでしょ？まあ起きてからですね、うん、まあ、夜ちょっと鶴の神さんから、はいはい、キューちゃんお誘い来てるんで、うん、まあ、ちょっと夜行くかどうかちょっと迷ってますけど。了解です。はい、皆さんね、まあ、今話したことが全てなんだけど、まあ、光にまた聞きたいこととか、うん、まあ、俺に聞きたいこととか、和道の、ことを、和道に聞きたいこととかあればそれぞれの配信でね、言うと思うんで、ぜひね、3人の、ふわっちのフォローと、うん、はい、ツイキャスの通知フォローと、ツイッター のフォローの方、お願いします。よろしくお願いします。あ、比較会社は後でこのコメント欄をこう遡って、はい、フォローしてない人全部ブロックしてるんでしょ？いや、それはしてないですよ。僕一回もそういうのしたことないんで、ブロックとかは基本的に。あ、これそれユイカさんだと。です。
まあでも大体もうリスナーさん分かったっすよね、うん、今日の一連の流れは。そうだ、もうそれで、ね、まあこの間のつばやんの配信がどれが本当かどれが嘘かっていうのは分かったと思う、うん、俺たちが3人揃ってね口裏合わせてね嘘をつく意味なんかないんだからさ、うん、で今から言ったら多分3時か4時ぐらいに大阪着くと思う、うん、で一回ホテルチェックインして本当は西成行きたかったけど兄貴の店行くから、兄貴の店で配信する、それはツイキャスでやる予定だからね、うん、まあリアドつけてください、うん、お疲れ様です。ではでは皆さん、ワドいないけど大丈夫ですか、ワドさん普通に話してるから、ワドいないけど来ちゃう、ね、大丈夫ですか山崎被告は頬が飛び出てくる。お疲れ様です、お席いただきます。そうです、マイクは太かったっすね、ちょっと太めになってる、ね、はい、ふふふふ、こいなぁ、これニキビが、あ、じゃあほくろがあんでね、ほくろがあんでな、うまいわ、かわ、かわいい、唇は乾き。まるで別人のように痩せ細かったね。あ、感じ出てますね。うん、そう、うまい。出てる出てる。マジでうまい。死んだ魚の目に出てるのが面白い。無造作に伸びた髪は。おい、うん、ちょっと大げさだけどね、はい、うまいっす。あとカメっすね、そう、カメ描くか、カメ描かない、無理、なんだろう、今の時点でと、被告になるの、何なの、容疑者、容疑者じゃないです、確定すると被告になるんですか、そうだね、あの裁判が始まると被告、あ、被告ってことなんですか、今容疑者、容疑者、容疑者 Y 山崎山崎誠容疑者、容疑者、どれだ、容疑者、容疑者、どんどんですかね、いや、わかんないな、ちょっと調べよう、容疑者、40歳、はい、いやあ、一周回ったんですけど、まだ見たい人いますか？二周目回っちゃってるみたいなんですけど。あ、すいません、ワドです。垂れ流します？どうした方がいいですか？お疲れ様です。二周目見たい人います？ワドです。どうしたらいいでしょう？どうしましょう？どうすればいいですか？まだ今来た人とか います？いや、作業やってたの。もう寝るけど、寝るんだったら垂れ流しで行けますけど、見たいっすか？あ、じゃあ、垂れ流しで僕そのまま、風呂入ったりとかしてるんで、今日の便所太郎さんの別角度の放送です。了解です。じゃあ、お楽しみください。皆さんおやすみなさい。
れそうだなコメント荒れますね。荒れてくれた方が盛り上がるわな、うん、容疑者40歳ネットアイドル辞書入れた分辞書こうか辞書もない暗い感じちょっと暗い感じにしたいねドヨーンとした感じドヨーンと背景に影入れればいいんじゃないですか。ああそうだね、はい、少しさせてもう完全に悲壮感丸出し言葉知る熱いめっちゃ面白いじゃあ写真を撮って来た写真を撮ってこれで手のかけたら入っちゃうんですね。あ、手のかけが入っちゃう、はい、じゃあふわっちでひどいな俺たちちなみにワードの見せたいです。山崎真琴容疑者ネットアイル自称こんな状態でした。完全にこんな感じですねめっちゃそっくりざっくり卒めっちゃそっくりですね。本当にうまいな。うまい。電波が大丈夫かよ。電波不安ですね。僕の方もないです。こっちはね。本当だ。俺もソフトバンク。あ、ねえな。ねえな。テザリングもダメかな。僕の方ダメですね。ソフトバンクダメですね。au。ソフトバンクダメですね。au。あ、僕ドコモス。ドコモスかプララ LTE ですね。じゃあ俺、いやドコモの普通の au、あれ使うわ。通常。え、ドコモは普通に入るんですか。あ、でもあれか、じゃあ俺ドコモだけどプララって格安シムだから。あ、そういうことか。そう、古いやつだ。シムは、うん、やっぱ食べてからには向いてないですか。俺、食べ配信っていうか全部あれだよ、これだよ。シムですか。山奥とかで。山奥無理無理ですか。なんですよね。これ拾っちゃうからさ。あ、うん、これも Wi-Fi をテザリングのやつにして。さあ来るか。X これだ。最初動画で始めないとラジオできないんだよね。モード。あ、そうですね。そうですね。写真を変更する。ライブより。あ、準備がめんどくさい。一応ネットワールドのところまで入んない。いや。
壁でバレちゃうな、ね、猫のマーク。まあ、いいんじゃないですか、大丈夫か分かんない。金梅、金梅の面会、あと報告、テロップが花火100発上がったら真実話し出す。クルクルしちゃうんだね。とりあえず始めます。はい。もう画質変えなくても。これで。配信モード。これで通知いったはず。拡散します。お願いします。お疲れ様で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 す。おもちゃうまいよ。金梅の面会に、まだかな、金梅の面会に光とワードとで行ってきまして、光と俺とでこう質問する感じで、うん、まあ金ちゃんと話してきたんだけど、それをすべて会話をワードがメモを取って、来ました。髪の毛が無造作に伸びて、頬は痩せこけてて、目が死んだ魚のような目になってた。でその会話の内容は花火100発上がったら話し出すんで、よろしくお願いします。動画にした方がいいのかな、動画にした方がいい。どうなんですかね、動画の方がやっぱいいかな、リアクションが見れるかな、動画。バカズです。あれ、全配信って何だよ、横型にできないんだけど、うん、そう、フワちゃん横にできないなって言うやつね。金梅の了解を得て、金梅を利用して花火をこじっていい言われたんで、まあ、そうですね。その会話の一部、会話の一部を言いますと、金梅が俺を利用して花火をふわちでこじっていいって言ったんで、うん、音声なんかねえよ、録音も録画もできないし、カメラの持ち込みもできないから、あくまでもそのメモ、会話をメモしてきた。聞こえない、ミュートになってる。嘘。え？え？ミュートしてないよ。マイク反応してたよね。よいしょ。くるくる。くるくるしてたよ。電波。電波か。ちょっと待って。電波いいんだけどね。くるくるで聞こえない。なんでだろう。音がない。ちょっと待って。どうしたらいいこれ。ずっと一回ミュートにしてもくっつけてみて。うん、そう、ダメだった。一回じゃあ切ろう。なんでだろう、なんでだろうね。これ全部いいじゃん、今 LTE。 そうですね、 LTE だから最強じゃないですか。それをテザリングで繋いでるんだけど、なんで、なんで僕をいじめるのか。これでいいじゃん、ここ使わない。ああ、そうですね。で、行ってみようか。はい。これでいいかな。ちょっと大丈夫かな。音声いったかな。おいっす。音声いってる？ね、音声大丈夫かな。
こえる？聞こえるかよ。OK、OK、OK、了解、了解。じゃあ、金梅さんとの会話を、まあ、無で説明すると、まあ、3枚目、光と和道と、面会に行ってきました。で、俺と3枚目、光が金梅に質問する形で会話が続いて、約20分。面会したんだけど、その会話の内容を全部和道がメモに起こしたと。でその会話の内容を報告します。ただ花火が100発上がったら、その真実を語り出すんで、金梅が金梅お料を使って利用して花火をこじっていいって言ってたんで、花火、皆さんね、100溜まったらね、もう全て全部出しますんで、お願いします。まあ、今回、内容はすごい重要ですからね。そうね。だいぶ多分みんなが、すごいこの連日聞きたかったような、本当ガチの真実とかを、まあ、聞いてきたんで、まあ、それぐらいの価値はありますからね。そうだね。はい。もう本当楽しみですね。この間のつばにゃんの、つばにゃんが面会に行ったっていう話が、本当か嘘かも、そう。今日の放送で分かりますから。そうです。だから前回のツバニアの話ももう、序の口ですからね。そう。で前回のそのツバニアの話もしてきたからね。はい、そうです、そうです。してきました、ちゃんと。いろいろ。みんなが聞きたいことも全部ひっくるめて。いや、一人一発投げてくれればいいですよ、一人一発。一人一発投げてくれれば100があっという間にいくじゃないですか。ねキンバエから花火代もらえる。キンバエのお金の話もキンバエとしてきたね、うん、まあそうですね、まあいろいろありがとう、来たドッピー、これ一人一発投げてね、100人投げるあっという間なんだからさ、光の枠だったら花火投げる、そんなやつは見なくていいやじゃん。俺が行くって言ったのに光もワドも乗っかってきてくれたわけだろ、ありがとうドッピー、すげえし、もう匿名で投げてもいいよ、全然そのね、花火投げたのが、こう誰か分かっちゃうのが嫌だって言うんだったらね、時間が解決して、そのうち聞けると思う、まあもう、でも、物語は進んでいくからね、まあ、そうですね、今、金梅が、リスナーに伝えたい話とかもあったから、まあそうですね、やっぱり、うん、そうなんですよ、いろいろありますからね、やっぱ、だいぶてんこ盛りですよ、今回は。いや、かなり、はい。てんこ盛りよ、ね、いやめちゃくちゃてんこ盛りです。今後の、僕らの行動とかリスナーさんの行動も見えてきますからね、この話。金梅が今リスナーに何をしてほしいかっていうことも、全部聞いてきた。そうです、いや恥ずかしくても何でもいいですよ、まあ、僕たちはねネットでこじき行為をしてるわけですから、ね、普段から、やはり花火2発来てますよ。いや、結構今のとこ来てるんですよ。あれだぜ、ドビー、これ見てるって、これ右下っすね。右下のこれか、の上から、それ、あ、真ん中どうっす、そうです、あ、これか、これっす、入ってます、今7発ですからね、うん、どんどん上がってますよ、今。そうだね、これに何喋らせないっていうのって、喋らせなかったら喋らせないでいいよね、別にね。まあそうですね、それぞれの配信でね、一人一人が勝手に話したらどこまで本当かどうか分かんない、まあそうですね、3人揃ってる時に話をすれば、ね、うん、違ったらやっぱツッコミが入るわけだからさ、このメンツだからね、みんなコラ吹き始めますからね、同時にその配信始めて、いや俺はそれが嫌だったよ、ね、解散した後にそれぞれが配信したら絶対みんな話持って、みんなコラ吹き始めるからそうさせないために3人で行って3人揃ってる時に、そでその言い出しっぺの便所太郎の枠でやろうってなったわけだからさ、花火やりたんす、ドッピー、ドッピー、ありがとうね、プップクブーだから、そう、この花火代は、今日は便所太郎の大阪行きの、支援金に回しますから、新幹線代、新幹線代ね、往復代の飯代にだから100発上がんなかったら上がんなかったらそれぞれの枠で適当に言うよね、うん、ああうかなり嘘を混ぜて言うよ、ね、かなり盛りますからね、盛るよね、自分に都合がいいよねこの間のつばにゃんのように自分の都合がいいように話すよ、うん、だそれでいいんだったら別にいいけど、うん、この3人いればね、じゃあ例えば俺が自分が都合がいいように言えば、
光が突っ込んできたりとか、うん、和道が和道の都合がいいように話せば二人から突っ込まれるし、うん、光がね、光の都合がいいように話せば突っ込まれるんだから、どんどんわけわかんなくなってきます、ね、大払いはあの二つにございます、うん、お、残り90、うん、便所の手柄にするのは俺が朝一にね、6時半に行って、ね、そこでもう予約を取ったから他の人間が予約取れなかったのは、うん、パソコン代にも忘れますよ、だから爆走が言ってたことが本当か嘘かもね、全部そうですね、全部そうですね、だからその爆走が来たのかどうかも金馬に聞いてきた、うん、そう、だからみんなが気になるちょっとたまちゃん情報とかも含まれてますね、アイドルもらえなくても喋るけど、かなり自分が言うようにかなり話を盛るよ、あとリスナーさんへのメッセージも扱ってます、そう、そう、ちゃんと扱ってます、金馬からリスナーへのメッセージ、うん、あとは金馬からとある人へのメッセージもね、うんうん、預かってきてるから、うん、そのそうそう占いの本の話とかね、うん、今12発ですね、おおすごいです、うん、ありがとうございます、アーム君おはよう、枠はね、あとまあ、みんな話一通り終わったら解散したらまた自分でバラバラにやるんで、そこはね、はい、今こう3人で一緒にいるんで、まあ便所太郎の、ね、うん、枠で、あとワドの方はあの動画を撮ってるんで、うん、まあ、家に帰ってね、そう今こっち、うん、そう YouTube で撮ってるんで、動画振り返りながら、うんうん、やってもらおうかなと思います、そうです、学べると、うん、まあ、でも多分ここで聞くのが一番いいと思います、まあ、そうですね、今この3人いるところで、うん、今ちょうど本当亀有警察署から来たばっかり、うん、ちのでゆっくりみんなで話そうっていうので、うん、まだ忘れてないし、鮮明記憶が、まあ、そう、そしてあのメモ紙ある、はい、ありますよ、で清書したやつは見せほしいんですけど、清書はあのメールで、はい、僕形であの初期のね、うん、初期のワードが会話を全部こうメモってきたから、そんなに一つなくて、で、あとで俺と光でチェックして、そうです、それが間違ってないかも確認済みなんで、チェック済みなんで、チェック済みです、うん、いや、早い方がいいよ、何時までとかね、俺大阪行かなきゃいけないしな、そうっすね、うん、うん、そう、3人で行ったの、1日1組3名までだから、そう、そう、で、俺と光と新野中の予定だったんだよね、そうそう、新野中が具合が悪いって言うから、そう、あのじゃあ代わりに和道が来たんだね、いやでも逆に和道さん助かったかもしれない、そうだね、初期とかまあいろいろ聞いてくれたりとか、うん、やってくれたからね、はい、すごい助かったですね、うんうん、嘘交えての配信でもいいの、え、嘘交えての配信でもいいって俺好きかって言うよ、まあ、そうですね今日大阪行くよ、うん、もう時間がないからね、早くしてほしいんだったらちょっとお願いしますよ、うん、だから俺寝ないで行ったんだよ、ね、光も寝てないもんね、まあ今日オールですからね、僕も全員オールっす、そう、全員オールです、うん、そう、うん、そう、まあ僕は、ね、ありがとう、僕はね、とりあえず、まあ便所太郎さんの枠で やってるんで、そこは了承してください、うん、皆さんもサービスでこれだけ見せてあげるっていうのどうなんですか、うん、あ、そうですね、サービスで、そうだね、あの、はい、一応その、俺たちが面会して、うん、金馬の姿だよね、うん、写真は撮れないから似顔絵を描いたっす、うん、あの、金馬のね、で3人俺が書いたんだけど、ここ2人ともやばい、似てるとこの通りだというまんま、そうですね、これまんまですね、まんまです、いやマジでうまい、うん、あの金馬がこうなってるっていうのは見せますわ、うん、これ特別に特別にガリガリでしたよね、髪の毛はあの無造作にあの伸びて、あの頬は痩せこけ、目は死んだ魚のようになってて、うん、あの歯は汚くてね、あとニキビもすごかったね、そうだね、あのやっぱいやすごかったですね、うん、ニキビ顔がボツボツが多くてね、うん、でスウェットだったんだけど、その多分そう亀有警察、それはそれは、ね、百発だよ、そうそうだね、それはやっぱそれはやっぱりそうそうそう、ちょっとサービスしすぎか、そうですね、ちょっとまあ、てんこ盛りですからね、だいぶだいぶてんこ盛りですよ、初っ端爆笑っすよ、爆笑です、初っ端爆笑、そう、みんな多分そこに目いっちゃったぞ、ね、そう、みんなあのスウェットの話だけで、そう、すげえ3人で笑える、そう、笑えますね、あれはそこ笑える、ほんとに、いや、ボツボツはもともとだよ、もともとはクレーターだけど、そうじゃなくて新しいニキビがそうでっかい出てたね、うん、でその辺をね、ちょっと見てもらいたいなと思うけど、
今何発上がってるかな見てみましょう、うん、今、うん、15発ですね、うん、ちなみにあの100発上げたら、うん、だからその光まで同意するわけじゃなくてこれ便所さんの枠だから、うん、同意する同意しないとかじゃなくて便所太郎の枠でやろうっていう話だから、うん、そう100発欲しいかどうかは、うん、まあ、便所さんの意思なんでだからこれは別にねあ何発決めるのも別に何発でもよかったんだけど、うん、100ってキリがいいなと思って、うん、そこはねあとはもう各自で、ねあのうね、また配信やるんでそこはそこで、うんこのやり方を考えた、まあ、俺は考えてそれでいいよってこうね、うん、全然そうそうそう、はい、でワドはその代わりあの動画を撮って、はい、で家に持って帰ってその動画を見せながらみんなにもう一回解説すると、うん、光は光で後でもう一回、まあそうですね、字幕を開いて、はい、あの光なりの会見、まあね、見解というかそういうのを話すってことだから、はい、それで了承してもらってまずは便所タウンの枠でそういうやり方でやろうということだよね、うん、やっぱりどうしても一人一人別になるとその例えば俺だったら俺の感情が入っちゃう、うん光だと光の感情が入っちゃう、うんね、ワドだとワドの感情が入ってやっぱり多少嘘が混じったりするんだって、うん、ずれてきますよね。で妻がこの間一人行って帰りに配信した時もこうだったと思うとか、うん、多分こうとかっていう要は記憶が曖昧なものもあるわけ、うん、3人揃ってる時に配信すればやっぱり一人が間違えた記憶だったとしても、まあ、メモもあるけどね、うん、メモもあるし2人が記憶正しい記憶を持ってればねそこが、うん、あそうじゃなかったよみたいな感じで言えるから、まあ、そうですね、うん、それがいいんじゃないのかなと思うけどね、うん、金牌を金の儲けの道具としか見てないって言うけど金牌が言ったんだよ、うん、金牌が俺たちにあの俺なんか金牌を利用してあのふわっちであの花火をこじってくれっていうまあそうですよね、うん、もうどんどんネタにしてくれって言ってましたね、はい、その後のメッセージもつながっていきますよね、うんうんうん、まあどんどん繋がっていきますね。金牌が何を言ったのか金牌が何回俺たちにその自分を利用してでもその花火をこじっていいって言ったそこの金牌の本当の気持ちっていうのはその後の会話にあるわけだからな、うんうん、そのツバニャンとのあ、それはダメです、ダメです、それは言わないで、まだ、そうそうそう、まだですね重要人物じゃないですか、あ、そう、はい、もう言いたくてしょうがないんだもん、ね、もう言いたくてしょうがないんだもん、最近ちょいちょいで出そうなんだもんね危ない危ない危ない、スバニャンとタマちゃんの話は、うん、あ、そう、うん、タマちゃんと、うん、タマちゃんの、うん、うん、とか、うん、そういう話もあるんだって、うん100金牌さんにあげたいって言うけど、ああ、それも、うん、もう金牌さんから僕ら、うん、あの、そうあるんで、うん、はい、大丈夫ですよ。タマコが、捕まったかどうかも、今日の会見で、まあ、そうですね、把握してます。そう、把握します。金牌かなり痩せてたね。いやー、やばいですね、ゲスルーしだいぶ。普段、その留置所でどんなものを食べてるかとか、うん、あもう、うん、じゃあ、今、何が食べたいかとか、うん、そういうことまで聞いてきて。いろいろ聞きました。あのなんだっけ15分で聞いてたんだけど、うん、面会時間は20分だったのね。あ、そうそう、長かったっすね。そう、長かった。ちょっと長めだった、うんうん、それは特別に20分だったのか、うん、普通にデフォで20分だったのか分かんないけどさ、うん、あと留置所の対応すごかったっすよね。 あの、うん、刑務官っていうか、ね、の対応とかの話もできます。いろいろできますね、やっぱ俺たちがそうだったとかね、うん、そう言っていい、いや判断、うん、字幕なんで、まあでも一通りの流れがあるんで、うん、そうだね、うん、まああれじゃないですか、うん、やっぱり、うんうん、そうちょっと長めにやっぱ話せたんで、そうですね、うん、結構中身は濃いんだよ、うん、その会話の中身がだいぶ濃いです、本当に濃い、うんうん、でも金牌さんすごいなと思いました僕、うん、なんで話を聞いて、いやなんでかを言えないですなんでかを言えないですよ、振りますね本当に花火、うんうん、ありがとうございます、元気だったかって言ったら痩せ細ってたよね、うんうん、あのこまあまあまあこのアクリル、うん、アクリルボードのこっち側にいやどこまで入ってたで向こうアクリルボードの向こう側の部屋の扉が開いて入ってきた金馬を見て、うん、えってなった、そうみんなね、うん、みんな3人してそうえってなったんですよ。あ、そう、あと弁護士の話も全部聞いてきた。うん、現時点でどうなってるか。だからもうみんなが聞きたいこと全部てんこ盛りで詰まってます。本当に全部話せますよ、ね、うん。全部話す。全部話す。何隠さず、はい、で嘘を交えないで話す、うん。この回に限っては。うん、この回に限っては、うん、3人解散した後はお互いが、お互いがあの自分の都合がいいように嘘を交えて、うん、
エンターテインメントだから、そうですね、面白おかしく話したけど、ね、この回に限ってはもう嘘なく、うん、盛ることもなく、そう真実だけを伝える。そう、ありのままの、うん、本当に。民間行ってなさそう。ツイッター見ろよ、お前。留置事務、留置のところで社員取ってるだろ。そうですね。それ持ってくるで。あ、大丈夫か。あ、俺まで。大丈夫ですか。お坊さんにしかもオールだからね、今日。そう、そう、オールで寝ずに。うん、いやうん。いやお願いしますよ。うん、あれ、うん。格ついてない。今日はね、あれなんだよね。LTE テザリングで繋いでる、うん、そう、ドアの向こうに去っていくのを見送るですね。そうそうそう、最後ですね、名残惜しい感じね。そうそう、それを全部説明できるんで、そう、最後に、うん、最後に金梅が言った言葉とかね、俺たちと別れる時にやっぱり先に外、部屋の外に出てくるんだけど、最後に金梅が俺たちに託した言葉とか、うん、そういうのもあるんで、うん、いやいや、じゃあ人の不幸をネタで稼ぐっていうけど、うん、金梅が言ってきたんだよ。その金梅を使ってふわちの花火をこじっておくれと、うんうん、そこの真意っていうものが話を聞けば分かるから、分かる、うん、全部分かる、マジでみんなが聞きたい情報全部本当てんこ盛りだ。金梅がその、うん、自分の名前を使って花火をこじっていいとまで言った、うん、その何だろう、本当の本音っていうのが会話にあるからさ、うん、お疲れ様でした、うん、こじったから、僕らのね、いろいろ、うん、今度ね、うん、で僕の方に入るから今度ご飯行ったりとかね、うん、遠征費に使ったりなんでニヤニヤしてるんですか。パソコンに使ったりパソコン欲しいんだって。爆走が本当に面会に行ったかどうかも俺聞いてきたから、うん、でそれでもうまあ面白かったね、うん、面白かった、本当とにかく面白かった、面白かったですね、こんな言い方変だけど、そうで俺はもう言ったじゃん、もうツイッターにつぶやいたじゃん、うん、ね、今日のこの配信に対して金梅の名前を使って花火こじきっていうハッシュタグをつけたじゃん。でもあれじゃないですか、一個気になってるのは罪名じゃないですか、やっぱり。そうだね、罪名、みんなが気になってる。そうだね、罪名が、まあこの間妻にゃんの話だと、うん、その暴行、傷害、器物損壊って言ってたんだけど、まあ、それが本当にそうだったか、うん、そうじゃなかったかってことも、うん、分かるよ、うん、どうしようか、じゃあ時間決める。そう、あまり、このままだとね、時間がもったいない。そう、にらめっこみたいな感じになっちゃうね。そう、じゃあグリエックス、最初は俺それでやるつもりなかったんだって。金梅がそれ言ったんだよ、うん、枠をやるのって言うから、うん、やるよって言ったら、ふわちで花火を上げてもらって、っていうことを、会話の中でね、まあ、俺も言ったけど、俺もそれをやっていいって言ったけど、それを、うん、OK が出たからね。うん、じゃあ、とりあえず一服してみましょうか。じゃあ、とりあえず一服してから。一服してくるわ、こう、禁煙だからさ。はい、じゃあ、とりあえず一服して、順番で行きますか。順番で行きますか。残りましょうか。どうします？僕残ります？何でもいいですよ、全員で行ってもいいし。3人で一応いいじゃない。あ、いいですか。うん、いいよ。あ、いいや。
やばいやばい、自動延長にするの忘れてた。延長します。ちょっとタバコ吸ってくるわ、うん、花火投げといてね、しょうがねえなお前たちは。え？なんだかんだ言っても2400人から下がんねえんだもん。じゃあ上がった、ね、うん、じゃあ今3人で話してたんだけど、 あと10発で話すってことにした。あと10発で話そう。もうサクッと話そう。サクッと10発で上がって話そうぜ、うん、花火一発に対して1質問とか、うん、いいや、ね、30でいいや。30、7割7割引き、なんと今なら7割引きっつってね。値下げ、本当にそう、もうあのテレポ買えるから、もう30に買えるよ、ね、30よく見るコメントあるじゃないですか、テロップ、ね、花火30発お願いします、そう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 、10発お願いしますから、ね、よく見るあのテロップみたいな、だいぶ太っ腹ですね。これでだって上がんなかったよね、別にね。それぞれの配信で言えばいいんじゃない。そうですね、嘘を交えて、うん、嘘を交えて、嘘を交えてだな。さあ、上がるか。わだっち早く花火上げてって指名が入って、指名が指名入って、ありがとう。光を放してよ、ね、ね、大丈夫、あのあと10発、うん、あと9発だね。あと9発か、うん、9発上がれば、うん、そうだね、もうあのちゃんと聞けます、うんうん、よいしょ、ね、うん、今21発だもんね、あと9発ね、うん、うわっ、あとうわー、ありがとう、ドッピー、あと8発、あと8発、うん、そう、あと各自あの、うん、字幕やるんで、うん、そうそうそう、うんうん、ここはもう30で全然いいっす。かわいそうだったな。いや、そうですね、やっぱり、うん、いろいろと、うんうん、いや、いいんだよ、今回はもうクズになり下がるからね。まあそうですね、そうそうそう、やっぱ、うん、でもなんか意外でしたね、僕話聞いてて。どいや、あの金梅さんはこうだろうと思ってたんですよ。こういうこと言うだろうと思ってたのが、うん、そうだね、そうだったんだっていう、うん、金馬さんの気持ち的な部分です、うん、俺はそれよりも、はい、そのなんか長い、脳長い、うん、まあ、言えないね、どういう風に言えばいい、ピー入れたいのも、俺だけ喋ると処分、処分というか、そのあれがちょっと意外だった。あ、それはありますね。そうですね、俺たちがいろいろ自白でね、うん、まあ、他のユイカとかも言ってたけど、うん、
言ってた将とちょっと違ったかな、うん、だから確かに、うん、そうですね、もう真実が、うん、光バレさんは大丈夫だったね、なおさんありがとう、ね、そう、バレさんは一応ね、こんな形でした、うん、こんな形っていうんだけどこういう感じでした、うん、もうすごいなんか野生細ってこれマジで本当こんな感じだから、うん、おはようございます、ありがとうございます、本当こんな感じです、マジ本当そう、うわやばいやばい、うわあれやった、ね、ペリさん、ペリさんお願いしますよ、あの真実を語りたいんで僕も、うん、ね、うん、そうげっそりしてた、ね、あの今日はもう別に叩かれる覚悟でやってるもん、ね、まあそうですね、今日は荒れる、そう、荒らす、だからこうやってこういうわざと叩かれる、和藤先生、ふわっちでもうすぐ3000人ですよ、すごい、そう。だからね、あのこうやってわざと叩かれる枠をやってるのも分かってほしい、うん、なんでかというとそれだけ多くの人に見てもらえたね、金梅が伝えた、うわありがとう、そう、金梅が多くの人に伝えてほしいって言われたんです、そう、それはもう伝えないですね、で僕らもやっぱできるだけ、あと一発だ、あと一発、あと一発ですよ、できるだけ多くの人に、よっしゃ来た来た、よっしゃ来た、そうだそうだ、ペイ、じゃあ始まりますよ、あと一発ですね、あと一発、今のであと一発です、あ、来た、ツイッターでよいしょー、イエーイ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 、ありがとう、あざっす、じゃあ、あの、あ、じゃあ、LINE の方、はい、今出します、じゃあ行きますか、ちょっと待ってください、はい、全部メモしてあるんで、はい、っす、はい、よし、こちらです、おっす、じゃあ今から、ちょっとテロップ変えた方がいいんじゃないですか、テロップ変えます、はい、そうだね、金梅の、真実を話します、うん、金梅について金梅事件簿、うん、金梅、金梅事件簿金梅事件簿、金梅事件簿、金梅市初老の事件簿、金梅事件簿、金梅市、金梅市みたいな真実、金梅市初老の事件簿、真実を伝えない、よし、よし、さあ、いよいよ来ます、皆さん始まりますよ、ちゃんとみんな、あのいや、今からは、いや、さっきまで叩いてよかった、うん、これからは、アンチコムしたやつはブロックして、この放送を聞けなくて、逆にブロックして気になっちゃうけど、ところで起こされちゃうの、この放送をもう聞けなくするからな、気になってしょうがないのに、あのツイッターフォローしてないやつもブロックする、うん、どこのどれの深夜食堂ですか、それジャポニカ重症じゃねえんだよ、つって花火ありがとうございます、ありがとうございます、あ、メモ取っていいよ、うん、うん、ですね、じゃあお願いします。はい、お願いします。3人で、はい、面会に行きました。はい、で、リュウチの面会室に案内されて、うん、俺たちが配信者だっていうことをその刑務官とか警察官が知ってて、うん、すげえ調べられたよね。調べられました、まずですね。はい、あの携帯電話とか、そう、バッグの中身全部、そう、バッグの中身全部出されて、あのね、うん、これちょっと裏話なんですけど、うん、実はバッグみんなチェックされました。うんうん、僕もね、あのこっち一人一人チェックされるじゃないですか。うん、僕のバッグの中にバイアグラ入ってて、実は。ちょっとこれ何っつって、バイアグラですっていうのちょっと恥ずかしかった。実はバッグの中にバイアグラが入ってます。その情報誰にいる？そう、違う、それで違う。その情報今いる？恥ずかしかったよね。そう。で、その、うん、全部荷物、俺たちはポケットの中まで全部何も持ってない状態で、うん、面会室に入ったんだけど、うん、そこに来た女性の警察官に言われたのが、どっかに録音仕込んでないですよねとか言われて、どこまで疑われるの配信者と思ってさ、そう、うん、読み上げがうるさい。読み上げ言ってない、読み上げ、それ見てる方が読み上げやってるんじゃない、うん、そっちが読み上げで見てる方も設定あるんで、うん、設定で読み上げオフにしてみて、あ、ゆいかさんがミラーしてる、ミラーは許可してないんで通報してください、バンデーです、ゆいかさんの放送通報してください、僕もミラー許可出してないんでよろしくお願いします、一発です、よろしくお願いします、あとね、あの僕ね、あのツイキャスの、あの運営の方にも通報してくんでよろしくお願いします、で、はい、あの3人、俺が真ん中、はい、で左側に和道、はい、右側に光っていう感じで横並びでアクリルボードの前に座ったんだけど、で入ってきた、金梅は本当にげっそりしてて、はい、なんでもこう生きてるオーラが感じられなかった、うん、で、第一声が、そう、そう、座って第一声、俺たちを見て、うん、第一声が助けて、そう、助けて、静かでしたよね、そう、静かでねそう、3人の 目を合わせた後に、うん、名前とか言わずにまず第一声が助けて、助けてで、まあ、もう早速もう話しちゃうよ、うん、罪名は器物損壊と暴行、うん、障害はない、う
しょうがない。器物破損と暴行、タマちゃんの携帯電話を壊したことと暴行、うん、そうですね。で、累犯はない。去年の沖縄でツバネに暴行傷害かな、うん、で、あの10日拘留と10万円の罰金になった、事件があったんだけど、累犯は取られなかったと、うんうん、で、弁護士はまだ決まってないです。今日決まるって言ってました。土日だったんで、うん、今日あの弁護士が決まると。で、あの今いる仮のね弁護士さんの話では、あの20日拘留の罰金刑ではないかというふうに、あのではないかっていうのを、弁護士が金牌に話したと。で、あのタマちゃんなんだけど、タマちゃんは初日に釈放されてると、うんうん、一応タマちゃんもあの捕まったというか、そう、まあまあ一日、うん、そうそう、一日いたんだけど、もうその初日に返されてると、うん、で、金曜日に面会に来たのはツバリャンで会ってるそうです。ツバリャンが実際行ったそうです、うん、で、まず出たら何がしたいかと、うん、まずその出所したら、うん、釈放されたら何がしたいかって言ったら、まずタバコが吸いたい、うん、そう、第一にタバコが吸いたい、次に肉が食いたい、うんうん、で、あととにかく留置場から出たいと、うん、で、あ、酒も言ってますね。ビールも、あ、そうだ、酒だ、うん、そうそうそう、タバコと酒と肉だと、うんうん、でとにかく留置場から出たいと、うん、配信のことは今考えてないと全くそれびっくりしますよ、ね、俺たちは配信したくてしょうがないかなと思ったけど、うん、もう酒と肉とタバコしか考えてなくて、そう、配信のことは考えてないと、で基本的な欲求を満たしたいというふうに言ってた、うん、で、あのステーキを 500g 食ってビールを3杯飲んで、その後に角エビに行くって言ってた。抜きに行くらしい。で、出たらどんな配信をしますかっていうのを聞いたんだよ。俺は出たらどんな配信したいのって言ったら、あのいきなりステーキから配信して、あの祝電が入るまで配信をやり続けるという答えをいただきまして、でその配信の内容は、まあ、謝罪配信と、まあ、女がらみの配信はもうしばらくやらないと、うん、言ってましたね。女たちをすると、うん、でその中にあのツバニャンからもそのコラボを頼まれてるんだけど断ってると、うんうん、ツバニャンがその釈放されたら一緒に配信しようっていうふうに言われてるんだけど、うん、それ全部断ってるらしい。そう、うん、でキャスバーはあの怖いからもう行かないと、うん、なんか怖がってましたね。そう、出たらどこ飲み行くのってキャスバー行かないのって言ったら、キャスバーは怖いから行かないと。で、あのじゃあ留置場の生活はどうなのって言ったら、うん、夜と朝は毎回コロッケだと、うん、で昼飯は食パンと牛乳しか出ないと、うん、だからもう本当になんか栄養失調じゃないけど、もうほっぺたがこけてたの、うん、揚げ物しか出てこない。そう、夜と朝、そう、夜、前の日の夜に出た揚げ物が次の日の朝に出てくる。そのままね、前の日コロッケだったら、うん、夜コロッケだったら次の日の朝がコロッケ、そう、おのぼり、うん、コロッケばっかりって言ってますよね、うん、そうで昼飯がもう食パンと牛乳しかない、うん、で、あのリスナーさんに伝えたいことは何ですかって言ったら、たびたび塀の中に入ってしまって申し訳ないと、うんうん、そういうことを言ってて、で、あの面会に関しては来なくていいって言ってました、うん、リスナーとか配信者とかも面会は来なくていい、来なくていいって言ってました。多分面倒くさいんだと思うんだよね、うん、いちいちこうチェックされて出てくるのが、ね、ただ手紙が欲しいと、うんうん、手紙に救われてると、うん、で今現在7通来てて、とにかく手紙をなんかもうトラック1台分ぐらい欲しいと、なんか10トントラックいっぱいに持ってこいって言ってましたよ。そうですね。で、ただ面会は来なくていいんだけど、うん、差し入れに関してはお願いしたいと、うん、で雑誌を差し入れしてほしい、週刊誌とかね、うん、週刊誌とかの雑誌で、あとはプレイボーイとかね、うん、プレイボーイ欲しいです、ね、プレイボーイが読みたいと、うん、言ってたのと、あ、だから占い系の本を差し入れしてほしいって、なんか手相占いがどうだ、つばちゃんが手相占い本を差し入れしてほしいって言ってたのが、うん、本当か嘘か分かんなかったんだけど、そう、分かんなかった、持ってけなかった、うん、でガチでその手相かどうかあれだけど占い系の本を差し入れしてほしいって言ってた、うんうん、で、あと現金の差し入れが欲しいと、うん、あ、払えないと、うん、小説はいらないらしいです、小説はいらない、いっぱいあるみたいなんで、小説とかなんか中にあるみたいで、週刊誌とかその占いの本がいいみたいだね、うん、あとは現金と手紙が欲しいって言ってたね、手紙とにかく欲しいって言ってた、とにかくあの手紙が欲しいって言ってた、うんうん、あと現金とお出し、はい、でとにかく今署から出たいから、う
じゃあ俺たちには拡散してってほしいと。そう、うん、どんどんね。そうだから俺はあえてその叩かれるような手なんで、まあ、今回もそうですね。そう、あの人数閲覧数を上げてから話してるんだけど、うん、とにかく出たいと。もう配信にもうタマちゃんが見てると思ってそれに訴えかけるように言ってほしいと、うん、あの被害届を取り下げてほしいと、うん、このままだと20日間残り2週間ぐらい拘留されると。だからタマちゃんが見てるんだったら取り下げてほしいと、うん、あの取り下げてくれるんだったら新しい携帯も買ってあげるし美容院にも連れてってあげるし、うん、服も買ってあげると、ね、罰金で10万20万払うんだったらそのお金をタマちゃんに使いたいと、うんうん、だからもしねこの放送を見てる人が行き先を知ってたりとか連絡が取れるんであればそれを伝えてほしい。もしくはタマちゃん本人が見てるんだったら、うんうん、あの取り下げてあげてほしいと、うんうん、いうような流れでしたと。であの10日間ぐらいで、まあ、今6日だ、あと4日ぐらいで、そうですね、うん、リスナーさんは俺のことを忘れてしまうだろう。ああ、言ってましたね。言ってましたね。そうなったら本当のオワコンになってしまうと。うん、このアクリルボード。そう。こうやって。アクリルボードにこうやって。そう、しがみついてね。アクリルボードあるじゃん。アクリルボードにこうやってやって、ね、あの、このアクリルボードのこっち側が本当のオワコンの向こう側だって言ってた。忘れられてるって言ってましたね。あ、10日間もこんなとこにいたらみんな俺のことを忘れちゃうと。こうしがみ、俺が真ん中にいて俺が正面だったんだけどこうやってしがみついてアクリルボードに、あの こっからこっちが本当のオワコンの向こう側だったって言ってた、うん、言ってた。悲しそうな目してましたね。ほんであのもう泣きそうだったよ。泣きそうだった。ガチ泣きそうだった。ちょっと半泣き、うん、そうマジで。で、あの帰り際に最後にあの最後に最後の一言、最後の一言、最後の一言はですね、うん、最後部屋を出てくる時に言った言葉がこれですね。寂しい、寂しいで終わりました。寂しいって言って出て行きましたね。寂しいって言ってとあの重々しい扉から出てって刑務官勤め、うん、それで終わったんだけど、とことも歩いてきましたね。服はそうそう、ほんで服はね、あの、うん、スウェットの上下を着てたんだけど、うん、グレーのね、グレーのスウェットの上下を着てたんだけど、うん、あの亀有警察署から借りたやつで、ここに丸亀って書いてある。最初何この亀、俺はてっきりドラゴンボールみたいな、うん、なんか亀川流のなんかあのね同期ステージとかね、しかもあのマジックで、マジックで亀で、グレーのスウェットのここに丸亀って書いてあって、ズボンもこの辺に丸亀って書いてあって、横に XL って書いてある。しました。うん、サマが来てたのもそうだけど、うん、黄色いやつだけど、そう、なんかそういう連想でやっぱ見ちゃってたから、うん、なんでカメしてるんだろうと思って、そうつがつい突っ込んで、コメントでね、質問等があればね、うん、まあ今もう今な話したことはもうほとんどなんだけど、まあそうですね、本当に、うん、まあ、それ以外でもね、あの質問で気づければと思うけど、うん、そうです、うん、なんか質問があれば。タマコにハマる、いや、それは分かんない、タマちゃんの今の居場所が分かんない、そう、連絡もつかないし、もう釈放されてるんだけど、そう、まあ、こっからじゃ憶測になるけど、うん、まあ、誰かがかくまってるんじゃないかと、そう、うん、いうことなんだよね。とにかく放送で拡散とか、リスナーさんに拡散して、タマちゃんに気づくようにしてほしい、多くの人に伝えてほしいって言われたわけだ、うん、まあ、とにかくやっぱり被害届取り下げてくれれば、すぐにでも出れる状態らしいんで、そう、被害、だからもう、うん、被害届をタマちゃんが取り下げればすぐ釈放になるわけね。そう、そうなるんだったら、俺はタマちゃんにその罰金と同じ、うん、そう、罰金と同じ額払って、携帯も買ってあげるし、美容室も連れてってあげるし、うん、新しい服も買ってあげるという、うんうん、そうだね、また、でも、タマちゃんとまたセックスがしたいかっていう質問に対しては、うん、それはないって言ってた。うんうん、もうだから女性と関わらない配信で、うん、まあそういうね、うん、言ってたし、つまりあの話はなんか一部本当で、ただあいつの場合はなんか多分とか で、うん、でもなんとかかもしれないみたいな言い方が多かったから、そうですね、タマちゃんとの復縁はありえないっていうようなニュアンスでしたよね、うんうん、言ってます。あくまでもその取り下げてくれるんだったら、うん、その罰金の分タマちゃんに使っても全然いいというような言い方、うん、弁護士費用国選にってことですか。そう、最初はそう、国選、ね、国選だと思う。ただその弁護士が今2人候補がいて、どっちになるかわからない、今日決まるということだった、うんうん、なんでね、あの弁護士の名前とかもちょっともうわからない状態、ね、弁護士誰に頼んだのって聞いたんだけど、うん、あのまだ決まってなくて、今日月曜日に決まるというんです。面会室36階でしたっけ。
面会室会は2階でしょ。2階です。どっから36階です。面会室は2階。要は留置係が2階だってことだ、ね、うん、そうだね、手紙は亀有警察の留置係の山崎誠宛てで届くと思う、うん、差し入れもそうです、ね、差し入れもそうだね。リスナーさん出してあげてください、うん、東京拘置所じゃなくて亀有警察署、うん、あと現金も差し入れてほしいと。そう、この間現金は現在村の光から入った5000円だけだった、うん、で手紙は7つで、手紙は本当に嬉しいです。いや、もう喜んでました、うん、手紙いっぱいくださいって言ってました、うん、で今日は我々はワードが手紙持ってたのね。あ、そうです、リスナーさんからコメントで金梅さんのメッセージまとめて手紙で渡したので、うんうん、3人のうち誰かあげられないのってどういうこと？どういうこと？コメント見ているだろうよ。金梅は被害届を出してるかどうか聞いてないね。でも出してたってことですよね。そう、釈放されてる。釈放されたとかね、うん、まあ、出してたとしてもちょっと取り下げたってこと、まあ、受理されてないってことですよね、うん、暴行の内容に関してはあまり詳しく言ってなかったね、うん、3000、4000いきますよ。あくまでも暴行と器物破損、破損、うん、要はタマちゃんに暴力を振るったということと、タマちゃんの携帯電話を壊したということで逮捕と、うん、タマはなんで悪くないか、うーん、悪い悪くないはだって警察とか、うん、警察署が決めることで、で本人がやっぱり金梅がその、まあ、被害届を出さなかったか、もしくは出したけど取り下げたんであれば、うん、それしょうがないよね。まあそうですね、うん、あと電話が殺到してるっていうの困ってましたよね。手紙が、ね、手紙が、うん、手紙がいいっつって、警察署にたくさん問い合わせがあって困ってるんだっていうのを言ってたから、うん、手紙送ってほしいです。そう、手紙送ってあげてほしいって、うん、もういるのは確定なんで、妻にあの1万円差し入れしたって言ってた。それは嘘ですね。それ嘘です、ね、うん、村の光からの5000円しか来てないんですよね、うん、タマのね、実家でタマがどこにいるかが分かんないのよ。目撃情報すらないから。そうですね、うん、誰かがかくまってるんじゃないかなと思ってるけど、うん、まあ、電話も出ないし直電も、うん、LINE もずっと既読ついてないので、だからツイッター更新してるってことは、うん、まあ、もう携帯をいじれるところにいる、まあ、にいる、で誰かが配信しないようにかくまって止めてるんだと思って、おそらくそうです、うん、まあ、なんでタマちゃんこれ見てるんであれば、そうだね、タマちゃんの関係者とかも、うん、取り下げてほしいですね。そうだね、被害届を取り下げてほしいですね。お願いします。本当に博士が弁護士費用の工面を頼まれたっていうのも、それも嘘です。絶対ありえないです、うん、それは嘘です、うん、苦戦なんでありえないです。そうそうなんでそんな嘘つくんだろう。そう、うん、はい、タマちゃんが先に暴力を振るっても、それに対して男がやり返しちゃうと、やっぱり男と女で男が悪くなるパターンが多いのよ、うんうん、まあ、力が強いからってことで、被害届を取り下げたら釈放というのは消せるよ。まあ、でもそれはしょうがないよね、うんうん、でもその分そのタマちゃんは被害の補填でその携帯新しいのと、うん、その罰金刑にかかる、うん、お金はタマちゃんに現金で渡すっていうことを言ってるんで、うんうん、でもうその関わらないって本人が言うのであれば関わらないしっていう、うんうん、そうだから金梅さんはそのあれも気にしてましたね、うん、電話とかにもそういう連絡も返してこない、配信もやってないっていうので、うん、弁護士が連絡しても出ないんじゃないかっていうとこをちょっと不安になってたね、うん、こういう感じですね、うん、長崎誠容疑者、うん、代表した僕が似顔絵を描かせてもらいましたけど、もう本当こんなゲストリアしてましたよ、うん、山崎誠容疑者40歳自称ネットアイドル、もう痩せて細ってましたね。痩せてたね。だから、うん、この昔の痩せてた時のティロフィラーレカガーみたいな。ああ、そうですね。髪なんかこう下ろして、髪なんか長くこう2つに分けてね。うん、襟足もすごい伸びてたね。伸びてました、ね。そのスウェットの後ろにつくぐらい襟足が伸びてて、うん、ボサボサだった。だからね、まあ、俺もどうなのか分かんないけど、でも、まあ、俺は障害がつくと思った、ルイハンと障害がつくと思ったから、
執行猶予になっちゃうかなとか言ってたけど、まあ、安心してもらいたいのが、まあ、長くても20日拘留の、うん、20日拘留の罰金刑で済むってことだね、うんうん、ご飯も質素でお昼ご飯は食パンと牛乳しか出てこないと。そうですね。でその日の夜出たで揚げ物ばっか出るって言ってた。コロッケ多いね。揚げ物ばっか出て夜出たその例えば夜がコロッケだったら次の日の朝ごはんもコロッケだった。そう残り物ですね完全に。夜の残り物が朝ごはんに出て昼間は食パンと牛乳だけだと。長くてもあと2週間ぐらいです。そうだね今6日7日目6日だったのか。6日です。だからあと2週間ってことだね。うん、早く出たがってますよ、うん。そう出られるとしたら。もう今日にでも。いやだから。あのタマちゃんが被害届を取り下げればもう今日足でも出れるけどそれがなければ長くて20日残り2週間出てこれないと、うん、であの電話か嬉しい。いやいやいいです。であのどうなんだったら何をしたっけ2週間か、うん、でやっぱ10日も入ってたらみんな俺のことを忘れちゃうと。ね、すごい寂しそうに言ってた、うん、だからあの俺たちが配信でやっぱりこう話題にしてほしいと、うん、みんな話題にしなくなってるのが一番怖いって言ってたね、うんうん、中ではなんかあの同じ留置の若いそう22歳の子供がいて、そうするとなんか食い物の話しかしてないですよ。なんか家も近いから一緒に出る派っ時にはそのなんか何でしたっけ、何が食べたい何が食べたいもう食べ放題。いきなりステーキ。いきなりステーキ行って、うん、カドエビ行って何でしたっけ家に帰るって言ってましたね。いきなりステーキ行って 500g のステーキを食いながらビール3杯飲んでその後にカドエビであのそうすっきりしてお家に帰るって言ってましたね。22歳の男の子と。さあ。レノさんお茶持ってきます。花火100発っていうのは別に俺あの金馬で言ったわけじゃないけど金馬で言ったのがあの俺が金ちゃんに、うん、じゃあ分かったらこの後放送するわっすね、うん、あの金ちゃんの名前利用してこじるわっつったら、うん、あのそれをやってあのみんなに伝えてほしいって。そうですね、うん、だからわざと俺が最初に叩かれるためにそういうテロップにしたのよ、うん、わざとツイッターにさハッシュタグつけたじゃん金梅の名前を利用して花火こじきって言って、うん、で花火100発で話し出すっていうことをやればやっぱりうわーって湧くじゃんアンチも湧くでしょで叩かれるってことはそれだけ閲覧も増えるまあ上がりますからね閲覧が増えたところで話をすれば、ね、じゃあたくさんの人に聞いてもらえるわけでしょ、うんうん、そういうことだよそういうことですねどうなんだろう他に何か聞きたいことはある、うん、ある方いますリスナーさんで逆に何か気になる点とかはまあでも本当確実にこれはあの今さっき言ってきた、うんまあ、今日朝10時ぐらいの本当にまんまなんでちゃんとメモ取ってきてあの今の話の流れなんで俺と光が金馬に交代、はいまあ、というか俺がメインで聞いたけど、うん、その合間に光が質問して、はい、その会話を全部横であの和道がメモじゃんどういう質問に対してどういう答えっていうの、うん、でそれを後でその光と俺と見直して間違いがなかったかどうかチェックしてで俺が抜けてた部分を書き足したりとかして、うん、今の話が出来上がったそうです、うん、罰金は多分、うん、え30万以下だっけどうなんですかね多分10万から30万の間じゃないのそんぐらいってことですね去年、その、妻姉に暴行したときは、はい、10日拘留で、はい、罰金が10万円だっけ。あ、そういうことそう、10万円だったんです。去年の暴行は10万円だった、はいうん。まあ、そのぐらいじゃないかなとは思うけど。タマちゃんに関して、恨んでる感じはなかったよね。逆に、あの、タマちゃんは恨ん、俺のこと恨んでる、なんて言ってた。うん、うん、逆に。だから、あの、タマちゃんにあの取り下げてほしいと、うん。とにかく出たいと。うん。うん、留置所から出たい。で、面会に行った俺たちができることって言ったら、うんね、じゃあ金前が今すぐ留置所を出たいで俺たちが手助けできることは、うん、こうやって配信で拡散してタマちゃんに呼びかけることなんだ、うん、タマちゃんが、被害届を取り下げればすぐ出れるわけだから、うん、こうやってたくさんの人に呼びかけることそうですねこれしかできないんだよ、うん、もうとにかくその拡散してくれっていうのを、うん、もうみんな配信者でタマちゃんに伝わるようにお願いしてる、うんうん、それ以外にね捕まった人に何もしてあげられないからさ俺たちはさ延長します
差し出して、手紙だけだよね。じゃあ、昨日さ、俺仕事前に買い物したかったんだけど、時間がなくて行けなかったのよ。朝、店もやってないからさ。うん、まあでも、差し入れいりますかって言ったことに対して、うん、金前さんはやっぱその雑誌と占いの洋服とかはいらないって。そう。洋服とか俺も言われて、洋服買っていこうと思ったのよ。うんスウェット買って紐抜いて持ってってあげてとか言われたけど、うん、金前のリスナーに、うん、洋服はいらないと、うん、欲しいのは手紙と雑誌、うん、あとは現金って感じでした、うん、携帯なんかも全然使えないしもちろんタバコも吸えないし、まあ、公衆電話ももちろん使えません、うん、たまとだから時短だから金前がそれを望んでるんであるよねやっぱ時短にまあ、そうですね、取り下げてるのがやっぱり優先だと思うからね、うん、どうなんだね時短金を要求して、うん、そのお金を払えば、うん、じゃあ取り下げるっていう形になるのか、うんまあ、これを聞いたタマちゃんが、はいね、取り下げてくれるか分かんないけど分からないですね、うん、実際もうタマちゃんおるのカマいるよって言ってたけど、うんコメントでいいのかないや、いないでしょ、まあ、配信もしてないしさ、うん、まあちょっと本当消息不明ですよね、うんうん、まあでも何よりも早く出てほしいですねそうだねやっぱちょっと配信会寂しい、うん、寂しいっすクズだけどね、うん、クズだけど、うん、で女と絡まないっていうからさ女と意外でしたねもう嫌だって言ってそう女に懲りたんですよね、うん、言ってました女とキャスバーは懲り懲りだって言ってた、うんね、光の電話にも出ないでしょそう全く出ないです、うん、電話は鳴るけど、うん、全然出ないし折り返しもかかってくるいやアクリル板には触れるよ、うん、俺と金馬のアクリル板をそうアクリル板越しにこう手を合わせた手と手を合わせたからこうやってこうやって金ちゃんっつって助けてって言われたずっと言ってましたね寂しいっつって寂しい助けてってさ、うん、いやっつって泣いてたよ泣いてましたねそうアクリル板には触れるただ面会室にはもう携帯電話とか録音機器とかカメラ、うん、ビデオカメラ、うん、その他こう何かこう記録できるものっていうのは持ち込めない、うん、記録できるものは紙とペンだけ、うん、分かる画像、動画、音声、そういったものを記録することができないんだよ。だから、その向こうの金馬がいる方の刑務官もノートとペンだよね。それでメモってるし、で俺たちもボールペンと紙をワードが持ってそれにメモってるってこと。話す内容は何でも話してる。何でも大丈夫。ただそのアクリル板越しに物を渡したりとかっていうのはあると。そう。英語で喋ったりとか。そう。あと外国語で喋るのもダメなんだよ。英語とは限らない、うん、中国語とか韓国語、まあね、外国語で要するにその刑務官が全部メモしてるから、うんまあ、これは外国人の犯罪者、うん、逮捕者とその面会者がやるんだろうけど、うん、その刑務官に分かんないようにその外国語でこうやり取りするっていうのが禁止されてる、うんうん、花火さんの質問なんだろうちょっと待ってどこ下の方ですねちょっとどこでどこだったいや結構もう流れちゃった、ね、流れちゃったから、はい、もう潰れちゃってます、ね、何ていう質問だってちょっと教えて、うん、何ていう質問だったの花火の質問何だったんだろう資産金100万あタバコは吸えない、うんいやいや、妻にゃんに弁護士費用は頼んでないから。頼んでない、うん、頼んでない。それは妻にゃんが嘘をついたの。そう。うん、だから妻にゃんがふわっちで弁護士、金梅さんを助けたいから、うん、弁護士費用をこじっていただけなの、うん。嘘ついて。すごいよね。コラボしようって。妻にゃんに胸を見せてって言ったのが本当か。それ聞くの忘れたな。あ妻にゃんにおっぱいを見せてって言ったかどうかを聞くの忘れたわ。うん。だからその、弁護士費用を頼まれたっていうのは妻にゃんの嘘。うん、嘘です。ありえないです。そう。そうだから弁護士については僕も視線の弁護士を、うん、まあ用意しようかって言ったんだけど、もうあの
まあ、俺も分けてたけどもう頼んでると、はい、ただ今日中にその誰、うん、と弁護士が決まるとそうです、ねうん、今2人候補がいるんだって弁護士の、うん、でどっちにするかっていうのを今日決まるんだって、うん、ありえないってこと、うん、決まり聞いてよ、うんうん、頼んだからその弁護士に関してはつまり、ね、頼んでないってはっきり言ってたんだ、うん、言ってた、うん、自分で頼んであるから、うん、ただそれが土日昨日一昨日と土日だったから、うん、今日決まるって言ってた、うん、持参金100万だって。だつまりはそのリスナーを騙したと。そうだ当番弁護士が今話をしてるんでしょ、うん、でそれでその当番弁護士からその2人いる今いる候補の中からどっちかに今日中に決まるってこと、うんうん、まあ、面会に行ったことはつまりゃんが言ったのは確認してきた俺はあえて金曜日、ね、つまりゃんが来たっていうふうに聞かなかったから要は金前はさ塀の中だから放送とか全然見れてないわけ、うん、だから俺はしらーっと金曜日誰が面会に来たのって聞いたそしたら金前がツマニャンが来て、うん、最初分かんないみたいなこと言ってたんだよそうちょっと濁したんだけどツマニャンが来たってはっきりしたから、うん、それは確かにツマニャンが来たんだよ、うん、でもあの警察の人も僕聞いたんですよ、うん、あの金曜日に女性来ましたよねって、うん、面会に行ってたら、うん、あ来ましたねってあそれは教えてくれたんだそうはい言ってましたそう長くて20日勾留で罰金だろうだから今の当番弁護士が言うことだからねだからそこはだろうなんだけど、まあ、でも、うん、まあ罪名見たらそうっすよねそうだね、まあまあ、暴行と器物破損、うん、で累犯もない累犯もなく傷害もないし、うん、ないから、うん、もう罰金ですね罰金、うん、明日以降の面会に関しては来なくていいって、うん、あの面会は来なくていいです、うん、ただ差し入れはしてほしいです、ね、そう手紙雑誌現金配信者とかリスナーはもう今日ねもうこれ以上面会来なくていいですよねうん、面会来なくていいからもう手紙をとにかく欲しいと、うん、手紙をとにかく送ってほしいって言った、うん、差し入れは雑誌 と、 手紙と手相とは言わなかった、まあ、占いの本が見たいって言った、ね、占いの本と、まあ、いろんな雑誌と、うんうん、そうですねあとプレイボーイが欲しいって言ったプレイボーイ、うん、雑誌のプレイボーイエロ本ですねエロ本だねエロ本ですね、うん、手紙はあの亀有警察署の留置係の山崎誠宛てで大丈夫、うん、多分みんな送ると1人5冊までしか中に入れられないんで1人1冊でいいと思いますよ、うん、あの手紙そう手紙をとにかくタバコとかを差し入れしても吸えないからあの、うん、処分されちゃう処分されちゃう、うん、それなら現金の方がいいです、うん、中で買えるんでそうで多分金前はそんなお金に今困ってないんだと思うんだよね、要は雑誌と手紙って出て俺が現金の差し入れはって言ったらあそれはありがたいと思ってた、うんうん、でもそんなにって感じでしたよねまず手紙そうまずもうとにかく手紙が欲しいってさ多分なんか暇なんでしょうねそうもうやることがないんだけど本当にその今7通届いてるんだけど、うん、手紙を何回も読んで本当ありがたいって言ってたの嬉しいって言ってた、うん、7通届いてるっておっしゃってましたけど、うん、10トントラックいっぱいの手紙が欲しいってさそれ言ってました、うん多分今の金前の精一杯のこうなんかギャグというかその笑いだったんだと思うんだよね、うん、風呂とシャワーは、2日に1回か3日に1回です、うん、だからツワヤンが言うことはまあ一部本当だった、うん、でも大概がやっぱり自分に都合がいいように話してる、うんだ今日もうこうやって3人揃ってて話すから間違ったことを誰かが言えば他の人が突っ込むし絶対そうなると分かってたもんね分かってますねこれじゃあ面会終わってじゃあお疲れっつってやって和道が自分の家帰って放送したらやっぱ和道が都合がいいように話すし、うん、俺だと俺が都合がいいように話す光は光るそう、うん、まとまって弁当さんの枠で全員証言が合うようにしようっていう、うん、そうで3人で話そうってなったわけだね、うん、封筒の制限とか多分ないと思うよね普通の茶封筒で渡してたもんね茶封筒で、うん、はい光に質問していいよ何でしょう、うん、なんか行かれた
なんとかさ、うん、そうそうそう、プレイボーイ限定じゃない、なんか週刊誌の、週刊誌とエロ雑誌がやるみたいですよね、うん、ああ嘘だね、同棲も嘘、つまりゃんにそう誘われてるけど断ってるって言ってた、はっきりと女との配信はしばらくしないと、うん、言ってた、言ってましたね、質問なんだろう、来た、流れちゃったかな、いや、まだ来てないですね、つまりは一人が言ってることを信じるか、俺たち三人が言ってることを信じるかは君たち次第で、あと2週間後に出ます、長くてもあと2週間ぐらいね、20日交流だからね、バクソの嘘をツイッターにアップしてほしい、なんだろうね、バクソの嘘は、うん、まあ、占いの方が欲しいって言ってたけど、手相と断定はしてなかったってことと、留置所を3回って言ってたけど2回だったってことと、あと弁護士費用を頼まれたっていうのが真っ赤な嘘だったってことだね、うん、花火損したそう、起訴されないって、うんうん、不起訴、うん、今後金梅、うん、なんだ、今後金梅と絡みますか、あと聞くんですが、光さん金梅の弟子なんですかと、さあ、いつものいつものセリフお願いします。ね、いつものセリフ。いつものセリフ。いつものセリフ。ああ、だから分かってないね君たち。俺はあの便所太郎出身金梅育ちだから。うん。3倍目光です。そう。これ何年間続けてるそれ。これも3年間続けた。ね。3年間毎回同じこと言ってるからね。あ、2回言ってたんだっけ、うん、なんか3回言ってたのに、ね、2回や、2回が、うん、3年間やってたこれ、うん、3年間、俺とか金梅で言うと、うん、こうバイさんとか便所さんって言うけど、そう、あの東北戻って一人で配信すると金梅がとか便所だとかディスリーディスリーディスリーかけるから、で今日も解散したら、あの便所さんと和田さんのディスリー始まるから、俺もそうそう俺もあの俺もあの大阪であの3倍に光るのをディスる、そう、うん、いやいやなんて知ったかぶりだから、うん、ね、お前行動してみろよだったら、面会行けよ、じゃあ話持ってこいよ、うん、何一つ動かないで家でカタ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 しやがってよ、うん、な、選挙で言ったらお前よ、公約を守れ、公約を久しぶりに守ったのが、まあ、あれだろ、座談会だろ、誘致所で金梅さん待ってる間、電車さんの声が大音量で流れたら笑いましたえツイキャス見て監視してたから、監視してたゆうそう、ゆうじゃん、ゆうじゃん、ゆうじゃん、留置所で、留置所でね、あの見る放送ねえから、つまんねえから待ってる間、留置所の待合のさ、ベンチがあるんだけど、そこでゆうがの放送を見たら、あの亀有の2階の留置係のそのフロア 全体のゆうがの声が響き渡ってた、やべやべとか、それでミュートにして、なんて言ったかって言ったら、佐野とゆいがはミュートでも面白いなって言って、佐野さんとゆいがはあのミュートで見てても面白い、動きが、なんかね、あの爬虫類みたいなね、こういう、かくかくかくこういう、別にあの電波が悪いわけじゃないんだよ、電波が悪いわけじゃねえのに、ゆいがはあのこうやってしゃべるから、それも動きが滑稽でしょうがなかったもんね。タマちゃん本当ね取り下げたい、まあそうですね、はい、ちょっとまあそのかもし囲ってるリスナーさんとかいたりとかするんであれば、うん、まあちょっとね話をね通してくれたらなって思いますよね、もう関わらないって言ってるし、うん、あのお金も払うし、そう携帯も買うってちゃんと言ってます、あの取り下げてくれたらタマちゃんに新しい携帯を買って美容室も連れてって新しい洋服も買ってあげると、うん、罰金で払うお金を全部タマちゃんに使うって言ってさ、僕らからもお願いします、取り下げたら出てこいなの、うん、釈放されそう、もうすぐ出てくるみたいです、あ、バクソ電話しなくていいです、放送中に、うん、いや、いいです、もう僕もこの放送終わって大阪向かうんで、まあそうですね、一応あの、うん、この録画残しますんでね、この放送ね、だからあの、うん、今日大阪行くんでしょ、つまりちょうど大阪行くから、文句あるなら大阪来いでいいじゃないですか、いや、あの僕はあの、はい、今日大阪であの誰とも絡まないんで僕はあの唯一今日夜あの香川のバーに飲み行くけど、それまであのリスナーさん以外は会わないよ、会わないですね、配信者とは慣れ合わないで僕あの
大阪にいるあの配信者はあの僕のところには来ないでもらっていいですか。まあ大阪めっちゃなんか今配信者集まってますからね。気持ち悪いぐらい大阪なんかすごいですよね。今めっちゃ集中してますから、ね、あの僕のふるさとなんで。いや全然ふるさとじゃないけど。つまりが電話したいって。いやあの大阪に新大阪行くから迎えに来いって言って、あとでツイッターにあの新幹線のチケットの写真をツイッターに上げるから到着時間が載ってるから新大阪まで迎えに来いって、あの北海道のあの北海道のうさんくさいももくんにあの送ってもらえって。残金100万ってどっからなんだろう。残金100万だってって言ってる人はどういうことだろう。 もし本当だったら弁護士さん通して多分連絡行くんで、うん、それ話してください。うん、あの弁護士さんと。そうだね、連絡行くと思うんで、そしたら直接交渉できるんで、うん、金梅さんと、ね、まあ、あのいや新大阪に迎えに来てくれればいい、あとは会わない、うん、北海道はディスってないよお前。北海道はいいとこだよね、うん、うん、北海道もう海の幸おいしいしさ、ね、お肉も美味しいしさ、ビールもうまいし、空気もうまいし、水もうまいしね、最高。ただ一つだけ俺ね、うん、北海道でちょっとディスらざるを得ないというか、うん、言いたいことある。なんすか。北の美少年ってやつ。あ、北美のおっさんですか。あいつはちょっとダメだな。あいつだけダメ。北海道大好きだけどあいつだけダメ、うん、北美のおっさん。いや金前髪切ってないもボサボサだって今。これあの終わって似顔絵描いたんだけど、うん、あのこんな感じで頬は痩せこけ、顔中にニキビがあって、唇はカサカサに乾いてて、目は死んだ魚のようになってて、髪はボなんかもう昔のなんかあのティオヒナレカガワみたいなボサボサだった、うん、それでステッカー作ろう。作らないよ、うん、これで寂しいとか言ってたから助けてって。ああ LINE 見て、あこれで気づいた、寂しい助けて言ってたからね、これで。ちょっと待ってね、スウェットカメラしね、そう手ざりも気持ちじゃないから大丈夫かな。そう、絵がうまいが本当にピンポイントで上手、押さえてるポイント、うん、心霊配信の話なんかしてないよ全然、うんうん、まあなあ、まああれですか、タバコ吸ってきていいですか。いいよ、吸ってきますね、パクッと、うん、うん、よっしゃ、吸ってきます。いけた、よいしょ、よいしょ。トモモ君にあの大阪で会おうって言ってて、大阪でな、金梅さんからリスナーさんへのメッセージはとにかくお手紙が欲しいっていうことと、手紙が欲しいってあと雑誌と、いや俺は嘘ついてないよ、ね、だってここに証人が3、ね、俺以外に2人いるんだよ。俺は嘘ついてた、ツッコミが入るじゃん。あのというか僕がメモ取ったことなんで、うん、そう、はい、じゃあつまりなんか言ったことに誰か証人はいるの。いないんだろ、一人で行ったんだからさ。俺ら3人で行って嘘ついてたらツッコミが入るだろ。ね、ね、3人が嘘ついてる。いやいや、まあそれはリスナーに任せるよね、うん、どうぞ。つまりなんか1人で言ってることを信用するか、俺たち3人が言ってることを信用するか。なんで自信持って言えるかっていうと、20日後に、あの2週間後に答え合わせ必ずされますから、金梅さんから本人から言うんで、うん、どっちが正しかったか分かりますよ。和道はあの一体にあるっていうけど、全部俺と金梅、あと光と金梅の会話を全部メモした、初期してた。いや20分だったんだよね。で3人がそれぞれの質問をしてたらあっという間に時間がなくなっちゃうじゃん。だから俺は事前に和道に、和道来てくれて申し訳ないけど、今日俺と光で質問するから会話を全部メモる、初期をやってくれって言って、で和道がいいですよっていうことで、あとリスンさんからコメント預かってたんで、それを手紙で渡してきました。そうですね、起訴はされてない。俺も倒すって聞いて、あ、いいっすよ、ちょっと待ってさ、あ、了解です。すいません、ワドツです、よろしくお願いします。
和道が詐欺師、うん、僕はひたすらメモ取っていて、ちょっと字が汚くてあれ申し訳ないんですけど、あのこんな感じで全部メモを取ってます。はい、あのメモ係に集中したので、で3人であのここ間違ってる合ってるっていうのを文面に起こして、でそれで今日お話しさせていただきました、うん、はい、あの、はい、罰金はそうだな、罰金のことには関してはちょっとわからないです、すみません、罰金に関してはわからないです。あ、でもそれで嘘だっていうふうに言われてもどちらを信じるかはリスナーさんにお任せするの で、 で金梅さんが出てきた時に本当のことがわかると思うので、面会時間は20分いただきました。面会時間は、お疲れ様です。被害届が多分受理されなかったか、金梅さんが被害届を出してないので、警察は釈放したっていうふうに聞きました。電話出ない理由はごめんなさい、僕はそれは分かんないです。あ、はい、あと2週間後には出てきます。じゃあ僕もタバコ行ってきます。いいっす。でね、あの、もう眠いんでね、僕たち、うん、僕たち眠いんで、そう、俺はあの、大阪にこれから東京駅行って新幹線乗って向かう、うん、もう全然オールっすよね、今日光くんはけど、寝るの僕は和藤さんとまあタクシーで帰って、うん、まあ寝ますかね、とりあえず、うん、まあ1時ですね、大阪で放送してるけど、まあその時もね、質問があれば答えようと思う。光が起きたら枠開くんでしょ。まあ起きてからですね、うん、まあ、夜ちょっとあの釣りのシーンさんから、はいはい、今日ちゃんお誘い来てるんで、うん、まあ、ちょっと夜行くかどうかちょっと迷ってますけど、了解です。はい、皆さんね、あの、まあ、今話したことが全てなんだけど、はい、まあ、光にまた聞きたいこととか、うん、まあ、俺に聞きたいこととか、そうです、和道の、ことを和道に聞きたいこととかあればそれぞれの配信でね、言うと思うんで、ぜひね3人の、ふわっちのフォローと、うん、はい、ツイキャスの通知フォローとツイッター の、 あのフォローの方お願いします、はい、よろしくお願いします。比較相性は後でこれコメント欄をさかのぼって、はい、フォローしてない人全部ブロックしてるんでしょ。いや、それはしてないですよ僕一回もそういうのしたことないんでブロックとかは基本的に。あ、これそれユイカさんと、まあでも大体もうリスナーさん分かったっすよね、うん、今日の一連の流れは。そうだ、もう分かってくれると思うんですよね。それで、まあ、この間のツバニャンの配信がどれが本当かどれが嘘かっていうのは分かったと思う、うん、俺たちが3人揃ってね、口裏合わせてね、嘘をつく意味なんかないんだからさ、うん、で今から言ったら多分3時か4時ぐらいに大阪着くと思う、うん、で一回ホテルチェックインして本当は西成行きたかったけど兄貴の店行くから、兄貴の店であの配信する。それはツイキャスでやる予定だからね、うん、まあ、リアドつけてください。お疲れ様です。ではでは、皆さん。もう、ワドいないけど。大丈夫ですか？ワドさん、ワドさん、よく普通に頼む。ワドいないけど、きっちり。大丈夫ですか？山崎被告は。ああ、お疲れ様です。ワドです。2週目が終わりました。なんか、今日面会行ってきたんで、今来た人とか何か知りたいことがあればもうすいません、寝れてないですね寝てないんですけど、お疲れ様です。すいません、今日の再放送を見たいというリスナーさんがたくさんいらっしゃったので、あの再放送を流させていただきました。ですね、金梅さんがいつ出てくるのかなんですけれども、確定の情報ではないんですけど、それでも大丈夫ですか？確定の情報じゃなくて今分かってる情報で伝えられることっていう感じで。ああ、どうも皆さんお疲れ様です。質問をちょっと寝る前に質問に答えて、なんか途中から来た人分かんない人も多いと思うので、一人一人気になるところを読み上げていこうと思います。まず、罪名
罪名ですけれども、職人さんも拡散よろしくお願いします。のんちゃんお疲れ、皆さんお疲れ様です。顔色はまずね、顔色から言おうか。そんなに精神的にもう疲労困憊っていう感じじゃなくて、もうやつれてる感じだったっす。あ、相手もありがとう。ちょっと疲れてるっていうか、もう懲りたわーみたいな、もううんざりだわーみたいな、早く出たいわーみたいな、そういう感じのリアクションでした。だから体調が悪いっていうよりは、あ、ニキビはなんかいっぱいできてたけど、吹き出物とかは。でも、あの、思ってたより元気でした。僕らからすると。皆さんお疲れ様です。次行きます。まず、罪名から行きます。罪名から行きます。分かってる情報です。器物損壊と暴行です。器物損壊と暴行です。はい。で、累犯はつかないそうです。弁護士さんによると累犯ではないということになりました。で、弁護士はもう頼んでいるということです。弁護士は決まっています。で、その弁護士さんが言うにはですね、弁護士さんが言うには、起訴はされないと思うよっていう、要はあの不起訴になると思うというのが弁護士さんの見解だそうです。 OK でしょうか。不起訴になると思うと言われたと。で、罰金刑であると、おそらく弁護士さんが言うにはですよ、金前さんの、罰金刑になると思うよっていうことと、20日交流は覚悟してくださいとっていうのが今金前さんから聞いた情報です。 OK でしょうか。器物損壊と暴行で、累犯ではないということで、で、起訴はされないと思うよと、罰金刑だろうと。で、20日間はただ覚悟してくださいっていう、はい、よろしいでしょうか。はい。で、たまちゃんは釈放されてるだろうというふうに金梅さんおっしゃってました。今日が6って言ってました。金梅さんは6日目と言ってました。金梅さんはたまちゃんは釈放されてるので悪くないっていうよりも、警察がそういう判断をしてるというふうに。はい。他には何が聞きたいでしょうか。あと2週間と48プラスすると、要は2日後ね、2日警察の権限で交流できるから16日って考えた方がいいのかな。2週間と2日かなと。あと何か質問があれば答えます。あ、今リアルタイムですよ。再放送じゃないです。今リアルタイムですよ。ロージーさん、アリエルさんか。布団とか、ですね、欲しいもの、服とか、服とかではなくてですね、服はあるらしいです。服はあるとおっしゃってました。もし差し入れをしてくれる、僕はあのひたすらこういう風にメモを取ってた初期係ですね。主に喋ったのはヒカルくんと便所さんです。金梅さん喋ったのはヒカルくんと便所さんで、僕はあのメモを取る係、もう全員の会話をちゃんとあのリスナーさんに届けるっていう役割で僕は参加させていただきました。ですね、罰金額は僕らが決めることではないですし、あの弁護士さんもわからないことなんで、それは蓋開けてみないとわからないです。たまちゃんは捕まってたっていうか、一日一緒に入ってたのは事実ですね。ただ次の日出ただろうって言ってました。金梅さんは次の日もう出たはずっていう風に言ってました。ごめんなさい、たまちゃんがどこにいるのかはあのご情報を流すとまたね、リスナーさん振り回すことになっちゃうので、僕が知ってる情報だけお話しします。弁護士は国選視線を選んだのっていうよりも、金曜日の時点で決めたからもう大丈夫だよっていう風に言われました。で、今日決定するっていう風に言ってましたね。もう弁護士の方はヒカルくんがその視線弁護士用意しましょうかって、あのリスナーさんと手配できてますよって言ったら、いや、もう決まってるからいらないっていう風に言ってました。金梅さんが被害届出したかどうかはわからないですけど、まあたまちゃんがいないっていう風に言ってたので、多分出してないんじゃないかなと思います。被害届出してないプラス出してないんじゃないかなっていうのは俺の憶測で、出してたとしても多分あれでしょう、あの通らなかったんだと思います。罪名は、もう一度言います。器物損壊と暴行です。累犯はつかないらしいです。はい、あと何か気になるところありますか。いろいろ
聞いてきたの20分ぐらい喋った分はメモ取ってあるので分かる範囲でお答えします。いえいえ、僕はね、どちらかというと金梅さんとそんなにね深い仲ではなかったので、どちらかというとその金梅さんのリスナーとか心配してる配信者さんに正しい情報を伝えたいと思って、手紙を渡しに行ったんですよ。深夜庁とかさ、もっと関係の深い人が会いに行くべきだと思って、でたまたま今日は深夜庁が体調を崩して熱が出てたので、代わりに僕が行ってメモ係に提出したので、金梅さん捕まったのは事実です。妻にはまあ金曜日に会いに行ってますよ。はい。たまちゃんに対して、恨みとか思ってないっていうよりも、もうね、女性配信はもう懲りたって言ってますね。で、便所太郎さんが冗談で、たまとパコりたいんでしょって、出てきたらってパコるんでしょって言ったら、もういいみたいな。とにかく、もう、罰金払うぐらいだったらその額をたまちゃんに渡し、壊しちゃった携帯電話も新しいのを買うと。で、あと服も買ってあげるし、美容院にも連れて行くと。スマホも新品にする。要は罰金払うぐらいをその額は全部払うから、頼む取り下げてくれって。もうここでの生活は辛すぎるって言って。で、だからもう、その配信でも絡まないし、もう女性は懲りたって言ってました。はい。初見さん、はい。何か、質問があれば。すべて僕が知ってる情報を答えますので、何かあれば質問してください。どんどん。誰からの手紙？リスナーさんのコメント欄で、金梅さんにメッセージあれば僕が手紙に渡してきますって言って、今朝金梅さんのリスナーさんからコメントをもらって、それに小手判をつけて A4 のレポート用紙にコピペで全部まとめて、それを今日金梅さんに渡していきました。だから僕からの手紙ってなってますけど、そのリスナーさんのコメントを全部まとめて、金梅さんに言いたいことある人って言って募集して、それは全部金梅さんに渡してきました。暴行といってもタウンちゃんやめてばかりで、痛い叫んなかった、本当は殴られたかった。その辺のね、本当かどうかっていうのはもう警察とか裁判所が判断することで、実際その事実として器物損壊と暴行でも容疑かけられちゃってるんで、実はもう金梅さんが出てきた時とか、本人の口から聞くようにしていただけると、取り調べをするとか、どっちが悪いっていうのは僕の役割ではないし、金梅さんは先輩で、でタマちゃんは元彼女だったわけじゃん。で、男女の問題に僕からコメントする立場ではないので、あくまで僕が知ってる情報をお伝えします。ごめんなさい、タマちゃんの本名年齢わからないです。爆走の嘘っていうのは具体的にどういうことなんでしょうか。たまちゃんに対して反省の気持ちはあったんでしょうか。あったね。もう本当に謝るって言って、その悪かったっていうのもそうだし、もう新品のも買うし服も買うし美容院にも連れて行くし、その罰金払うぐらいだったらたまちゃんに渡すよって言って、金梅さんの話を聞いて和道さんはどう思いましたか。ですね、僕が実際にその金梅さんの放送をリアルタイムで見ていたわけじゃなかったので、どちらかっていうとそのリスナーさんがさ、やっぱり和道さんも知ってるとか、金梅さんどうなってるかっていうのとメッセージ届けてほしいって、じゃあ手紙渡しに行くよっていうので動いたんで、僕は金梅さんが顔見れて少し安心しました。だからすごいもう懲りてましたね。でも元気でしたよ。冗談も言っていたりとかしたので。はい。金梅さんの腕の傷は見てなかったですね。長袖のトレーナー着てたので。まず、爆走は面会したのか。妻にゃんは金曜日に面会したのは事実です。本人から、確認してます。はい。面会しました。で、お金に関しては、村野さんだったっけな。村田さんか村野さんか、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、村野さんかな。お金はもらったのっていうふうに便所太郎さん聞いたときに、面会とかリスナーさんからもらったのは村野さんからもらった5000円だけだって言ってました、はい、村野さんっていう方かな。ちょっと自分が勉強不足で存じてないんですけど、村田さんだったか村野さんっていう方から5000円をもらっただけだっていうふうにおっしゃってました。たまちゃんは出てるので暴行罪に入らないと思いますね。はい、釈放されてるっていうのがそういうことだと思うんで、
まあ多分金梅さん被害届出さなかったんだと思いますよ。憶測なんですけど多分、うん、金梅さんの保証する考えは相手に伝わってきますか？弁護士を通じて。弁護士を通じて、金梅さんの弁護士さんからたまちゃんに連絡はすると思うけど、出なさそうだから困ってるって言ってましたね。要は、だから、和道とか金梅さんが俺らにお願いしたの？ヒカルくんと弁護と和道に頼むって言われたのが、たまちゃんにこのメッセージが届くように、ちょっと拡散してくれと、いうふうに言われました。だからリスナーさんに説明したりとか、ツイッターで拡散呼びかけたりとか、たまちゃんの目に留まるようにお願いできると嬉しいっていう風に。そうだね、今日寝てないんだよね。そう、ちょっと俺もずっと起きてるから眠いんだけど、でもね、やっぱりみんな気になると思うんで最後までやろうと思います。はい、ありがとうね、ココミルさん、お疲れ様です。そうですね、示談ができるか、もしくはたまちゃんがそのままほったらかして20日拘留&罰金になるかっていう感じだと思います、今のところは。ただ弁護士さんの見解だったりとか、金梅さんからもらった情報だからズレがあるかもしれないので、その辺はご了承ください。録画ではないですよ、今リアルタイムです。面会、はい、今面会について質疑応答してます。質問がある方はどんどんしてください。身元引き、20日交流が終わったら身元引き受け人は必要ないと思います。はい。金梅さんが釈放されて、まず一番最初にやりたいことっていうのが、まずはタバコ。次に酒。そして肉って言ってましたね。タバコと酒と肉。で、とにかく出してってその後に叫びました。タバコ、酒、肉。って言った後に、アクリルボードにバンってこうやってやって、とにかく出してって言いました。で、僕らはびっくりしたんで、配信はって聞いたら、配信は今考えてないと。基本的な欲求を、満たされない限り配信のことは考えられないという、素直な、本音を聞けました。まずは、酒とタバコと肉だと。はい。でですね、もしじゃあ仮に、まあ、リスナーさんが質問するだろうと思ったんで、もし仮に出たら一番最初はどんな配信をしますかっていうことを聞きました。まずは謝罪配信と。謝罪配信をやると。で、女性配信はもう今後したくないと。あと、つまにゃんからコラボの、要は面会中に出たらコラボしようって言って何回も言われたけど断ったと言ってます。あと、これはちょっと僕は意味が分かんなかったんですけど、あと、キャスバーは怖いから行かないということを言ってました。キャスバーは怖いから行かないって言って怯えてました。あ、アイテムありがとうございます。です。で、リスナーさんへのメッセージ、あ、違うか。で、出たらどんな配信は謝罪配信で、女は絡めないと。女配信はもうしたくないと。で、つまにゃんのコラボは断ってる。キャスバーは怖いから行かないと。でですね、内容なんですけれども、配信内容はいきなりステーキというお店で配信を始めると。で、 500g のステーキを頼み、ビールを3杯飲むと。で、祝電が入るまでやると言ってました。はい、いきなりステーキで 500g のステーキ、ビール3杯で、配信祝電が入りまくるまでやってやるって言ってましたね。その後なんか角エビっていう、エビを食べたいって言ってましたね。ステーキ 500g、ビール3つ、角エビっていう、なんかエビが美味しいお店なんですかね。角エビを食べたいって言ってました。あとは、リスナーさんへの、メッセージ。これ録画じゃないよ。リスナーさんへのメッセージです。リスナーさんへ、たびたび塀の中に入ってしまって申し訳ないです。とのことです。たびたび塀の中に入ってしまって申し訳ないです。ということでした。あとなんか質問ありますか？あ、でね、リスナーさんにお願いしていたのは、亀有書院に対する問い合わせの電話と面会はもうやめてくれっていうことを言ってました。結構大変みたいです。で、もし、電話とか、あ、フォローたくさんありがとうございます。ですね、金梅さんからメッセージで、電話での問い合わせ、要は金梅さんいるのかとかも、いるのはもう僕らが証明してるんで、出たらすぐ配信するそうなので、その問い合わせの電話はいらないと。あと、配信者とリスナーさんに対してなんですけれども、面会はいらないということでした。で、
気持ちは嬉しがってました。で、今までに手紙が7通来たそうです。リスナーさんと配信者から手紙が7通来たそうです。それがすごく嬉しかったというふうに言ってました。で、これもリスナーさんへのお願いですね。10トントラックいっぱいになるぐらいの手紙をくださいと言ってました。10トントラックが、いっぱい、満杯になるぐらいの量の手紙をくださいと。これがリスナーさんに対するお願いでした。はい。なので、電話での問い合わせと面会はやめてくれと。その代わり、10トントラック1杯分に、手紙をくれと言ってました。よろしくお願いします。あとはですね、小説はいらないそうです。差し入れで小説とか漫画はいらないそうです。欲しいのは、雑誌が欲しいそうです。雑誌が欲しいというふうに言われてたので、差し入れをする方は、雑誌。で、内容はどんな内容がいいんですかって聞いたら、プレイボーイみたいなやつって言ってました。プレイボーイとか、そういう雑誌がいいそうです。ただ、全員でプレイボーイ送っても意味ないんで、皆さんはそこは連携プレイでお願いします。で、差し入れは、1日5冊までしかできないんですね。1日5冊までなので、まあ、日付をずらすとか、あと1人1冊とか、ジャンルをバラバラにするとか、それは金梅リスナーさんの方で連携取ってもらえると、多分、金梅さんが選べると思うので、1人のリスナーさんが5冊とかドカって送るんじゃなくて、まあ、2冊とか、じゃあ俺は2冊送ろうとか。なんかその辺は、金梅さんの、なんか、2チャンネルとか雑談たぬきでミーティングしてください。でですね、手紙と雑誌と、本はですね、欲しいのは、占い系の本が欲しいということです。本と、あ、できますよ。雑誌はできますよ。プレイボーイとかも。あ、あれだよ。ダメだよ。アメリカのポルノのプレイボーイダメだよ。おっぱいバーンって出てる、アメリカのプレイボーイじゃないですからね。大丈夫ですか？リスナーさん大丈夫ですか？日本で売ってるプレイボーイっていう雑誌ですよ。アメリカのポルノの本ちゃんのやつやると、絶対、届かないので、エロ本、プレイボーイ海外の送らないでください。絶対届かないです。日本の雑誌のプレイボーイとか、そういう系です。エロ本は、入らないです。はい。あくまで雑誌じゃないとダメですね。次はですね、あと、もし、最後になんだけど、現金を差し入れてくれる方は、現金の差し入れもありがたいと。ただ一番はやっぱり手紙とか雑誌とかが嬉しいと。で、できればまあ現金があると、中で歯ブラシを買ったりとか、あと自弁購入といって好きな食べ物が食べれるらしいので、現金も書き留めで、差し入れで、していただけると嬉しいというふうに言ってました。ただそんなにお金に困ってる感じはなかったみたいです。あとは、これは、10日間も、このまま、10日間このままでいると、みんな俺のことを忘れてしまうというふうにぼやいてました。あと10日もすると、みんな俺のことを忘れてしまうというふうにぼやいてました。このままでは本当のオワコンになってしまうっていう、ぼやきが聞こえてきました。で、一番最初にね、面会室に入ってきた時の第一声は、助けてです、はい。我々の方に向かって寂しい目をしながら、助けてというメッセージです。で、面会が終わる時の最後のセリフが、我々を見つめながら立ち止まって、寂しいという、一言でした。朝と晩のご飯なんですけど、コロッケばっかりでした。はい。揚げ物が多いと、特にコロッケが頻繁に出ると、コロッケばかり食っているという情報が入ってきてます。あとお昼ご飯は、食パンと牛乳だと、はい、なんかコロッケに対する恨みがすごかったですね。なんかすごいコロッケがどうのこうの、コロッケがコロッケばっかりだとか、コロッケがどうのこうのっていうことを言ってました。昼間は食パンと牛乳だと。殴ってるかどうかを事実かどうか判断するのは僕の仕事ではないので、はい、それは金梅さんが出てきた時にわかるので、はい。再放送で個人名出してませんでしたか？再放送、ちょっとよくわからないですね。はい。あと知りたいのはあるかな？あと知りたいことがあれば、はい、お話しします。あ、花火ありがとうございます。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。リスナーさんもね、心配だったので、お役に立てて嬉しいです。
出られるのはほぼ確実だと思いますね。弁護士さんの話なので。ただ、100% ではないんで、金梅さんが弁護士さんから聞いた話なので、確定ではないですよ。決めるのは検察とか裁判所なんで。はい。だからそこを重々踏まえた上で、金梅さんが弁護士さんとお話して大丈夫そうだよっていうことを聞いたってことです。フォローありがとうございます。生放送ですよ。はい。生放送です。動画を垂れ流すだけだと申し訳ないんで、今リアルタイムで見てる人に僕が知ってる情報を質疑応答してます。あとは何かな？このくらいですかね。うん。とにかくタムちゃんに、罪もね、謝るし、もう今後関わらないし、配信でも女性配信もやらないし、縁切るなら縁切るし、謝るし、スマホも弁償するし、罰金払うぐらいだったらお金も渡すし、服も買ってあげるし、美容院にも連れて行くと。もう、全部やると。だから、ちょっと謝って許してもらって、被害届を下げてくださいというふうに本当に反省してました。現在の所持金はね、正直言うと、お金、困ってる感じではなかったですね。正直言うと。ただ、やっぱりいただけるとありがたいと。まあ、足りてるみたいですよ。ただ、やっぱりその、自弁購入とかが欲しい。とにかく手紙が欲しいみたいです。リスナーさんからの手紙と、手紙、占いの本、雑誌、それから現金が欲しい。最後に現金って言ってました。はい。最後に現金って言ってました。金送ってくれとか金くれっていう話はそんなでもなくて。でもね、もしかしたら本当はね、後輩とかにあんまりかっこ悪いところ見せたくなくて言ってたのかもしれないんで、もし金梅さんのリスナーさんでお金に余裕のある人がいたら差し入れしてあげると喜ぶと思います。占いの本がちょっとよくわかんないですけど、なんか手相占いとか、なんかなんとか占いとか、占いに今凝ってるみたいなこと言ってましたね。今、占いが熱いみたいな、なんか、雰囲気ですよ。これは本人が言ったわけじゃなくて、俺は占いでやってくみたいな顔してましたね。それは僕の主観なんですけど、これからは占いだみたいな顔してました。僕は手紙を、リスナーさんのコメントを手紙にしたためて、で、全部差し入れました。はい。金梅さんが何があったのか教えてほしいです。先っちょさんね、調べるといっぱい出てくるんで、そこは。多分今ね、1000人近くのリスナーさん、そこじゃないっていう風になっちゃうと思うんで、それは YouTube とかで確認してみてください。電話が通じる、スマホはそこまで壊れていない。電話が通じる、誰の話かな、ネク。うん。そうですね、やっぱりタバコが吸えないのと、お酒が飲めないのと、もうネットがないっていうのがもう、辛くてしょうがなくて、7通のリスナーさんと配信者から届いた7通の手紙に、本当にありがたいっていうことは言ってました。で、手紙を1トン、10トントラック全部満杯になるぐらいくれと。伝説を作ろうみたいなことは言ってましたね。ちょっと僕はよく意味が分かんなかったんですけど、10トントラック1杯に手紙をくださいというふうに言われました。略式、一応ね、弁護士さんが言うには、金梅さんのまた聞きなんだけど、弁護士さんが言うには、器物損壊と暴行。で、累犯ではないっていうことと、弁護士は決まってると。で、起訴はされないと思うっていうふうに言われてるそうです。で、罰金刑で、ただ20日拘留は覚悟してくださいと。いうふうに言われたから、ただもう20日間もここにいたくいるのはもうやばいと。頭がおかしくなるっていうふうに言ってました。メガホンありがとうございます。タマコは電話つながるけど誰、多分ね、釈放されてるよ、初日っていうのは金梅さんも言ってました。婦女暴行とかなら、器物損壊と暴行らしいです、今回は。で、累犯はつかなかったみたいです。あ、いや、もう、ほら、逮捕されたらすぐわかるから、もうそれは多分わかってたと思う、ふわもこさん。もう本人が、あ、これは多分、もう持ってかれる流れだなっていうのは、2日目とかに気づくんで、裁判所に連れてかれるときに気づきます。大丈夫でしょうか。あ、たまちゃんのスマホはそこまで壊れてないの？わかんないね。弁償するって言ってたよ。その器物損壊のことは、たまちゃんの
新しいスマホ買ってあげるって言ってたんで、多分タマちゃんのスマホが壊れたのは認めてるっぽいですね。うん、そうですね、タマちゃんが被害届取り下げるのであれば、あの謝るし、もう二度と関わらないし、まあ、女性配信全般のネタもやめるし、で新品のスマホも買うし、あの罰金払う分をタマちゃんに払うし、服も買ってあげるし、美容院にも連れて行くよって言ってました。金前さん出所したら実家に帰るとか、そういう雰囲気ではなかったですね。そういう話は出ませんでした。多分亀有にいると思います。便所さんが描いた似顔絵了解です。はい、なぜか便所太郎さんからワードをプレゼントだって、お前頑張ったからって言ってこれをいただきました。ワードお前頑張ったなって、プレゼントこれあげるって、これがあの便所さんが、書いた、今日の金梅さんですね。山崎誠容疑者、40歳自称ネットアイドル、こちらが、便所太郎さんが書いた、今日の金梅さんです。大丈夫でしょうか。あ、でも実際痩せてましたよ。ちょっとなんか色男みたいになってましたよ。なんか前髪が長くてタラーって裂けて、ね、真ん中分けになってて、ちょっとなんか色っぽかったですね。はい、痩せてましたよ実際。実際痩せてました。色っぽかったですね。ちょっと元気なかったっていうかね、なんかもう終わりだとか、要は本人が20日で出られるっていうのがあったから、もう人生終わったみたいな感じではなかった。そうじゃなくて、もう退屈だよ、もう懲りたよみたいな、もう早く出たいよみたいな、もう嫌だわみたいな、もう女配信もゴリゴリだわみたいな、それちょっともう懲りたわっていうか、ちょっとやりすぎたわ俺みたいな、だから20日後には出られるけど早く出てーわーみたいな、そういう感覚でした。だから思ってたよりもへこんでないですね。だからもう懲役覚悟みたいな感じではなくて、やっちまった俺みたいな感覚。思ってたより元気でしたよ。ただ痩せたりとか、やっぱ疲れは溜まってました。そんな感じです。あ、いやいやいや、リスナーさんのあの手紙はちゃんと渡したんで、コメント一人一人の、はい、大丈夫ですよそれは。ただね、 俺的にはね、何が言いたかったってね、ヒカルくんが帰りも行きもタクシーで行こうっつって、行きが1万2000円かかったので、帰りがあの俺ヒカルくんに4000円渡したんだけど、今日だけであの金梅さんに何も差し入れしないで1万5000円飛んだのが 俺的には痛かったタクシー代と、なんかカラオケは誰が出したんだっけ、ヒカルくんが出したのか。なんだかんだで1万5000円ぐらいぶっ飛んだのがちょっと悲しかった。一日は長いと思う。そう。なんかみんな寝てなかったから、便所さんも、あのヒカルくんも。もうずっとみんな起きてたから、俺が粘ったの。ヒカルくん電車で帰ろうよって言ったら、眠いっすね。うわ、うっせ。眠いっす。タクシーっすね。行きましょう。マジかと思って。まあまあ、でもね、付き合いも大事だしさ、割り勘になるからいいやと思って、そう、俺的には結構出費が出なかった。うっす、寝ます、じゃ限界っすって言ってタクシーの中でせやせやんですよ。やばいっす、眠いっすって、うん、はい、大丈夫ですか皆さん、うん、あとなんか知りたいことがあれば、まあこんな、もう大体伝わったよね。大丈夫だよね。大丈夫。風船ありがとう。よくわかった。よかった。よかったよかった。でもなんかこう、リスナーさんがね、安心したっていうか、一つ目処が立って、今何をやったらいいかっていうのが分かったっていうか、これでね、たまちゃんが枠開いてね、開いたらね、あの、許すか許さないかとか、新しい展開があったりするからいいんだけどね。じゃあお金もらって、私その謝ってくれるなら、あの被害届取り下げるよとか、いや私許さないとか、連絡取れないのがやっぱ俺らとしては歯がゆいよね。
でもさ、なんだろう、金梅さんがその実験にならなそうとか、弁護士が決まってるとか、差し入れとか、もうなんつうんだろう、ちょっと元気な姿も見れたから、それはちょっと良かったかなと思って、うん、もうちょっと切ないけどね。だから誰が悪いとか俺は分かんないけどさ、俺らが言うことじゃないじゃん、俺ら配信者が、しかも後輩だから俺は。だから俺がそのタマさんのこととか、便所さんの、あ、便所さんじゃねえや、金梅さんのこととかとやかく言える立場じゃないから、一応ね、金梅さんとリスナーさんの橋渡しができてよかったと思います。お疲れ様です、うん、うん、配信のために国の金を使うな、何のことでしょうか。先輩後輩はあるね、一応、うん、そうだね、リスワンね、何の因果かさ、リスワン全然撮る日じゃなかったのにさ、あの配信の神様とかさ、リスナーさんって面白くてさ、1万円の出費でけえと思って俺へこんでたの、ね、1万円の出費でけえと思ってたんだけど、リスワンいただけたら1万円もらえるからさ、配信の神様って面白いなと思って。なので大丈夫です、皆さん、あのアイテム無理しないでください。あの皆さんの閲覧のおかげでリスワンいただけて、あの1万円いただけそうなので、ありがとうね、みんな。いやいや、でかいだろ、ごめん、明日食えるか食えないかみたいなさ、ギリギリの過疎配信者がさ、1万5千の出費いてえよ、うん、これでね、やっぱりリスワンで1万円いただけたらさ、あ、動いて、1日寝ないで動いた甲斐があったなって思うんで、嬉しいっすよ。あ、いえいえ、こちらこそありがとう、みんな。留置所の飯もタダじゃねえんだぞ。それは金梅さんに言ってください。僕に言わないでください。はい。ということですね。うん。あと、今日の動画は、僕の YouTube の方にアップロードしますので、もしよかったら YouTube チャンネル登録しておいてください。あの、先ほど流した高画質の、方の動画とか、あの、YouTube の方にアップロードします。どうする？今日寝てないよ。なんだかんだだから、あの、ほら、夕方のリスナーさん、知らない情報の人とかコメント見て思ったから寝ようと思ったんだけど、あ、やっぱり全員に説明したいと思って、無理やり起きてた。もう、疲れてるでしょ、顔。一応、ね、今日、多分知りたいはずだから、あの、全部伝えて寝ようと思って、全員に寝ようと思って。そうだね。不思議なもんで帰ってきますね。この配信はほんと不思議ですね。どうしよう、このまま寝ようかな。再放送はもういい？再放送はもう、ループは、配信はいいですか？十分伝わりました、こちらの放送。1時間半の放送が残ってますが、どうしましょう、流します？あ、でももう放送40分で切れるからいいか。うん。大丈夫？みんな。終わりで大丈夫ですか？今日の放送。いかがでしょうか？もし何か今来た人で、あの質問とか金梅さんの状況を知りたい人はコメント書いてください。うん、そうだね、まだでもね、20分しかなかったからこれが限界だった。レポート3枚書き切るぐらいの質問量が限界だったんで申し訳ないですね。もっと事件の真相とか聞きたいと思ったね、思ってる人いると思うんですけど、それはあのね、20日後じゃなくて2週間後か、2週間後に金梅さん絶対出てきますのでね、その時に、あの、楽しみにしましょう。いや、とんでもないです。皆さん、あの、たくさんフォローとアイテムありがとうございます。本当に。ありがとうございました。うん。リスワンどうだろうね。あの、わかんないですけどね。ありがとう。うん。いや、とんでもないです。金梅さんのリスナーさん、ありがとうございます。あの、後輩にできること、メモ取ることと、あの、伝言することぐらいしかできなかったですけど。あの、皆さんと少しでも触れ合えてよかったです。たくさんの閲覧ありがとうございます。ありがとうございます。わかりやすかった。あ、よかったです。あとね、便所太郎さんが今大阪にね、行ってるし、なんかつばにゃんとの絡みとかも出てくるかもしれないし、便所さんとつばにゃんの、そこでまた深い情報をね、あの、面会に行った二人の情報とかもあるかもしれないですし、あと、ひかるくんもね、実際生で見てるので、あの、ヒカルくんの放送見てもいいし、あとね、便所太郎さんのツイキャスに録画が残ってるんで、俺寝ちゃダメなの？リスワン狙うの？リスワン狙うの？サンギスさんありがとうございました。うん。今が6日目って言ってて、
20日交流プラス4発の2日間があるから、ちょっとごめん、頭が全然回ってなくて寝てなくて、うん、ごめんなさいね。ちょっと計算してみてください。今が6日目って言ってた。今日が6日目で、4発食らってるから、4発の2日間と20日交流、だからこの2つをプラスした時が要は出れる時なんじゃないかっていう。でも分かんないよ、裁判で起訴になるかもしれないし、そこは責任持てないんで。あとね、鮫島さんのジョーズの話も進展があって、24時間の、半年後って言ってたかな、24時間のサバゲー、鮫島さんがやってるチームのサブリーダーなんですけど、24時間の、リーグ戦に出て、本気でちょっと勝ちに行こうということで動いてますので、鮫島さんと今サバイバルゲームのチーム組んでます。サバイバルゲームに関心のあるリスナーさんいらっしゃいましたら、俺も一緒にジョーズ入りたいって、サバゲーやりたいっていう人は、鮫島さんが僕に連絡ください。いや僕は悪い人ですよ僕は嫌なやつですよ。はい、前科三犯なんで悪いやつです。はい、サバゲー頑張ります。ありがとう。じゃあ皆さん、そろそろ休ませていただきます。本当に夜遅くまでありがとうございました。たくさんの閲覧ありがとうございました。金梅さんのリスナーさん、ヒカルさんのリスナーさん、便所太郎さんのリスナーさん、本当にありがとうございます。では皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。フォローもたくさんありがとうございました。ありがとうございます。ああ疲れた。ワドリスナーしか残ってないよね。ちょ、花火くんね。今、ワドリスナーしか残ってないでしょ。ちょ、花火くんね。今日頑張ったでしょ。今、ワドリスナーしかいないでしょ。もうみんないなくなったでしょ。ちょ、お願いだから、ちょっと、余裕のあるお金持ちの人、花火くんね。今日はいいでしょうね、だっても。ちょ、1万5000円の出費、でかいって。きつい、ありがとう、そうそう。きついって寝ないで。きついって、叩かれるし、便乗とか言われるし、こんなに頑張ったのに。にゃこありがとう。いや、きついっしょ。なんで俺こんなに頑張ったのにさ、詐欺師なの、お前は消えろとか役立たずとかさ、散々言われてさ、傷つくよな。便所さんの枠でめちゃめちゃ叩かれたの。ありがとうね、みんな。ちょっとぐらい狙ってもいいっしょ、今日は。頑張ったよね。いや、いいのよ。もう、こっからは和道リスナー会議だから。いや、今生です。今生です。皆さん、金梅さんのリスナーさんいなくなったタイミングで、ちょっと一回泳がせようと思って。いや、でもさ、辛いっしょ。なんで俺こんな嫌われてんだろうな。ひどいっつって。寝るな？なんで？あ、コピさんありがとう。ねぎらってくれてありがとう。今日頑張ったよね。急にさ、光る。まあ、誘われたのは嬉しかったんだけど、夜中に、やっちょが行けなくなったから和道さん行こうって言って、寝ないでさ、ヒカルくんも俺も便所さんもさ、寝ないでさ、寝ないで頑張ってさ、やったのにさ、めちゃめちゃ叩かれてさ、このクソ野郎みたいな感じでさ、ちょっと凹んだよね。楽しかったけどね。106個ありがとう、解放。いやいや、情報ありがとう。いや、とんでもないです、本当に。銀梅さんのリスナーさん、本当にね、嬉しかったっすよ。メッセージも届けられて。あ、見れなかった。え？便乗おめでとう。便乗成功じゃないよ。全然本当に便乗する気ないのよ。あんまり。悪名高いから。ハッピーハッピーさんもありがとうね、花火。あ、でもね、面白い情報聞いたよ。こっからは俺の放送だから、別の話するよ。もう本当に伝え切ったから。ここに書いてある情報は全部伝え切ったから、別の話するんだけど、ドレさん捨て頃出れないかもね。ネタじゃなくて、ドレさん捨て頃出れないかもしんないわ。あ、フォローしてくれたの？アリエルさん、ありがとう。
タクシー代稼ぐためにリスマン担いで寝るなよ。いやーもう疲れたよ。だってあと何時間残ってる？ 7 時半でしょ。え、リスマン取るために頑張る？なんかもう頭痛いんだよ俺。いや、あのね、ドレさんはね出れないかもしれないっすね。わからないっすけど。ドレさんほら便所さんのことディスったりしてるでしょ最近。あ、今便所に閉じてる？あ、じゃあまあその話はね、あのリアルに見れるかもしれないね。うん、あ、今トスしてるんだ。ほら、便所太郎さんと、なんか仲悪くなったりしたじゃん、最近。ちょっとね、怪しいんじゃないのかなと思ってるよね。うん。なんか、ドレさん、瞑想してるよね、最近ね。なんか、急になんかさ、その、初見ですとか言ったら、何が初見だよとか、こんにちはって言ったら、こんにちはじゃねえよ。コメント拾ってもらいたかったら、花火投げろとかさ、なんか、700発、花火もらったからなんかおかしくなっちゃったよね。どうなんだろうとか思って、ちょっとそこがよくわかんないんだよね俺の中で、うん、お優しい方だなって思ってました。和道のライバルは永井先生。怒られるわそんなの。怒られるわ永井先生。レジェンド中のレジェンドなんだから。俺なんか全然ペーペーで足元にも及ばない。夏の深いの時ね感じ良かったのにね。なんかドレさん最近なんか疑心暗鬼だよね。配信者にも対しても疑心暗鬼だし。あ、天狗になってるのかな。ねえ、お金稼ぐと人って変わるんだね。お金稼ぐと人って変わるんだね。なんか変わったよね最近ね、ドルさん、うんうん、タマちゃんの友人さんいらっしゃい。いや、今あの和道リスナーしかいなくなったから、今日頑張ったから今日言わせてって、花火ちょうだいっつって。そしたらみんながで、ね、くれたの。いやもう今日頑張ったでしょっつって、みんながいなくなって閲覧がごそっと減ったタイミングで、ワドリスナーしか残ってないでしょっつって、今日は言わせてって、あの頑張ったから花火ちょうだいって言ったらいっぱいくれた。読んでくださるの僕は結構全員読みしますよ、コメントは。はい、コメント全員読みタイプなんで、あんまりね変な嵐コメントとかは読まないですけど、普通のコメントはありがたく読ませていただいてます。うん、あとね、ちょっとこれリスナーさんに相談しようと思ってんだけど、捨て頃出れるか出れないか俺わかんないけど、ジム通うかどうか、どう思う？初見さんいらっしゃい。今録画じゃないです。うん、嘘、ディスりすぎなんだ。なんかドルさんやっぱ様子おかしいね。うん、いや本気で、あの12月に選手の発表があるらしいんですけど、俺はエントリーはしてる、要は出させてくださいっていう申請はしたんだけど、決定はしてないのよ。だから出れないかもしんないの。で、新宿だとだいたい1万2000円とか、安くても1万円ぐらいしちゃうのよ。キックボクシングのジムに通うのが。で、俺今稼げてないじゃん。で、ジム通うの賛成ですか反対ですか皆さん。要は捨て頃決まってからジム通い出すのか、それとも便所さんに誠意を伝えるために、ね、要は和道出せよっていう流れを作るために、あいつ頑張ってんじゃんっていうために、もう1年間解約的に10万円ぐらいかかるんだよ、だから捨て頃まで。だからその出費が間違ってるかどうかっていうのをちょっと悩んでて、どう思う？キックボクシングのジム通うの賛成反対？みんなは。だいたい1万円から1万、高いところで1万5千円だけど、今考えてるのは1万円前後のジムに行こうと思ってる。どう思う？体鍛えるのはいいことなんだけど、アピールのためには賛成？賛成？みんな通った方がいい？うん、まあまあでもね、別に悪いお金の使い方じゃないからね。10万ってあれだよ、1年、あの1ヶ月、10ヶ月通って1万っていう計算だよ。あ、違う、10ヶ月通って10万っていう計算だよ。1ヶ月は1万だよ。うん、1ヶ月は1万。なんで年間10万かっていうと、2ヶ月無料のジムを見つけたの。入会金ゼロ、2ヶ月ゼロ。その代わり1年未満で辞めちゃったら、その分入れないといけないっていう。そう。で、来年の6月とかだから、本格的に、だから、その、頃合いとしては、その、12月で和道正式に選手第2回も出れるよってなってから通ってもいいかなと思ってたの、俺は。だけど、今から通うかどうかを迷ってんの。今から通うかどうか。ワンコイン、一回ワンコインがないんですよ。東京高いんですよ。
一回3500円のジムとか見つけたんだけど、ワンコイン系のジムあんまりないっす。2、3000円しちゃう。だからもうでも通うんだったらとことん通おうと思ってるから。そう、11月の頭から通うかどうか迷ってんの。80キロ過ぎて寝たきりになってるのを想像した。俺今体重絞ってるよ。年末までに65キロまで落とす。じゃあみんな反対なのかな。あ、体育館の筋トレスペースか。ごめんなさい、ケンさん、ちゃんと読まなくて。今もう眠くて頭バグってんすよ。確かにそれならありますね。ね、キックボクシングのジムです。こっちです。こっちの方のジムです。まあ、出ると決まったからでも遅くないけど、みんなね、結構、本気でやってるみたいですね。アメリカ人もジム通い出したし、達彦もバンバン企画やってるし、結構、焦ってるっていう部分ありますね。ジム似合う。アピールのために行ってほしい。まあ、支援はね、月1回とかさ、なんか余裕がある時に、花火もらったりとかしてるんで、そこはまあ大丈夫なんですけど。はい。じゃあ、ちょっと11月頭から通うような予定で行こうか。みんなで頑張って。また捨て頃、ね、出たいもんね、なんだかんだ。和道リスナー的には。やっぱりね、みんながこう、ねえ、ああだこうだってなってる時、俺だけ蚊帳の外だったら嫌だよね。まあ運動はね、いいしね。迷ってるのが、キックボクシングのジム行くのか、空手のジム行くのかって、どっちがおすすめ？俺はキックボクシングかなって思ってんだけど、空手とキックボクシングってどっちがいいんだろう？そう、捨て頃やるんだったら。俺は寝技はやらないって言ってるから。みんなはどっちがいいと思う？空手と、どうなの？配信は多分できないよ。配信はできない。キックの方がいいんだ。あ、圧倒的キックなんだ。あ、やっぱキック。じゃあキックの方にしようか。今。キックなんだ、みんな。オッケーオッケー。キックにしようか、じゃあ。オッケーオッケー。全員キックだね。オッケーオッケー。キックにするわ。それでいこう。キックボクシング。おー。俺、空手も好きだからちょっと意外だったな。キックなら足腰鍛えられる。キックだ。オッケー、分かった。キック一択ね。オッケー。喉乾いたな。あ、ジュース。あ、ダメだ。頭おかしい。もうここに飲み物あんのに、喉、のんちゃんにジュースちょうだいとか言おうと。大変だよ、本当に。断然キックボクシング。絵的にもキックボクシングは見てて面白い。ああ、そうなんだ。まあね、みんなからするとね、競馬の馬みたいなもんだもんね、俺はね。ねえ。だったらね、どういう選手に育てようっていうのはね、みんなの言う通りにやるよ。じゃあ、キックね。OK。もう、ドレさんと和道さんの練習見れない。ドレさん怒らないでね。いや、俺は別にドレさんと練習やるよ。チームどれのメンバーだから。ただ便所さん、プロモーターをディスったりするのはダメでしょ。なんで便所さん煽るんだろうとか思って、大丈夫なの？今日コラボしてて喧嘩にならない？最近ケン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 してるから、どれさんが便所さん煽ったりしてんのよ。で、便所さんもなんか、じゃあなんだよみたいになってるから、便所リスナーさんも怒ってるし、大丈夫なの？俺は別にどれさんと絡むけど、ちょっと心配だよね、ドレさん出れなくなると。キックの鬼。ねえ、ドレさんはね、捨て頃見たいし、本人も捨て頃にかけてる、捨て頃芸人なんて自分で言ってんのにさ。そう、プロモーターだよ、相手。便所さんはプロモーターなのに、プロモーターに嫌われたら出れないじゃん。空手は片上、あ、そうだね、確かに。半年間みっちりサンドバッグ叩いたりとかね、ガードとか覚えた方が確かにいいか。なんだろうね、ちょっとおかしいよね、ドルさん。おはようって米とかさ、なんだてめえこの野郎、花火投げろとか言って、すげえ変わっちゃったんだよな。なんなんだろう。全然よくわかんないんだよな。あ、あともう一個お願いがあるんですけど、ちょっとサバイバルゲームのチームで、
もうほんと資金繰りが大変なんですよ、最近。稼げてなくて。で、もし皆さんの中で、サバイバルゲームのグッズとかあるじゃん、銃とか、あとユニフォームとかゴーグルとかさ、使ってないのあっていらないよっていうのあったら送っていただけると嬉しいです。僕の家に。お願いします。もう使ってなくて、和道にあげるよって、チーム上手で使ってっていうのが、もし、エアガンとかさ、アサルトライフルとかいろんなのあると思うんだけど、使ってないのがあったらでいいんで、送っていただけると嬉しいです。メガホンと風船ありがとう。なんだろうね。ドレさんのネタなのかな？ネタだったらいいんだけど、そのネタが便所さんをマジ切れさせたらダメだと思うよ。ネタだったらいいんだけど、なんかネタなのかガチなのかよくわかんない状況になってきたから、大丈夫？と思って、その辺はちょっと心配なんだよね。なんか最近のドレさんおかしいよな。普通にやればいいのに、なんか機嫌が悪いのかな。なんか疑心暗鬼になってるような気がする。俺の予想。普通に疑心暗鬼になってて、どうしたんだろうって思うかな。何なんだろうな。あ、フォローありがとう。フォローたくさんありがとう。すいません。どうしたんだろう。なんかネタっぽくないよね。頭痛い。あ、フォローたくさんありがとうございます。すげえな。たくさんフォローいただいてる。ありがとう、みんな。あざーす。なんか、ストレスなのかな？プレッシャー感じてんのかな、やっぱり。あ、ドレさんも頭の悪い人じゃないから、ドレさんなりに何か考えてるんだろうな。どういうことなんだろう。謎が多いよ、今日は。最近の配信会の流れは早すぎてよくわかんねえわ。展開が早くない？なんか最近。アリエルさんも初見さんなのにたくさんコメントありがとうね、嬉しいよ。いや、俺は優しくないよ。一週間も見たら、あ、こいつ嫌なやつだなっていうのがどんどん分かってくる。初コメありがとう。花町さんかな？なんて読めばいいんだろう。花町さん？ああ、全然。はい。若手が動かないと、こういう時は。先輩が困った時は若手が動くのが基本なんで。配信能が急激に進化してパニックになってる。まあそうだよな。よくよく考えたら半年前まで閲覧30だった人がさ、10倍になってんでしょ？閲覧も10倍、収入も10倍になったらプレッシャー半端じゃないよな。だから初めての経験じゃん。10年間過疎だったんだよ。で、10年後に自分がいきなり大手になって、ねえ、まあ、多分、うなちゃんマンとかゆいがさんとか憧れの存在だったはずなの。10年間ずっと俺は俺で過疎でやってくって、もう腹くくってる人じゃん。それがさ、そう、たまたまその格闘技をずっと続けてて、あ、花火ありがとう、ゴールデンキャッスルさん。で、その、急に来たわけだよ。だから今ね、ドルさん辛いと思うよ。俺もニコ生でね、売れ始めた2年目ってあったけど、やっぱりね、プレッシャーすごかったもん。あの頃はね、だいぶ目が寄ってた。やっぱり2年前の動画、ニコ生の動画を見ると今より目が寄ってるもんね。だいたい目が寄ってるっていうことはプレッシャー感じてるから。だいたい目が離れるか目が寄るんですよ。人間っていうのは。何かあった時、目の感覚、黒い焦点が寄っていくか離れていくかなんで。あとは口が曲がるかどうか。ドルさんは多分口が曲がる方になるタイプだね。プレッシャーを感じれば感じるほど。俺は寄り目に出る。ドルさんは多分口が歪んでいくんだと思う。そう。俺は、アンチコメントがきつい時はどんどん目が寄っていくんで。
あ、ありがとうございます、花火。ありがとうございます。はい、無理はしないですよ。はい。仮想虫やって楽しんでる。まあまあ、仮想も仮想で楽しいんだよね。あの、リスナーさんと深いコミュニケーションが取れるから、なんか友達と本当に会話してるようなね。でもね、人数増えていくとまたそういう風にもいかないんだよ。なんでコメント読んでくれないんですかって、お前、この流れてるコメントの量見ろよ、みたいな。今お前のコメントを拾うタイミングではない、みたいなね。パフェありがとう、ゆかち。空気を読んでくれっていうね。俺だって読みたいんだよっていう。で、ドルさんはもっとすごいわけでしょ。で、今度、金梅さんとかヒカルくんとかレベルになったらもっとすごいわけでしょ。いやー、それは気違いになってくわ。気が狂ってないとこの仕事できないよ。だから言われたの。あの、留置場に行った時、警察官に、女の人だったんだけど、30代ぐらいの女の人に、なんかこう、俺ら配信者はバレてるから。で、金梅さんも有名配信者は分かってるから。ぶっちゃけ、YouTuber とかいくらぐらい稼げるんですかって、要は俺らの収入ふっかけてくんだよ。そう。いくらぐらい稼げるんすかみたいな。もう鎌かけてきてて、おーって、あ、俺稼げてないっすよ、つって。で、まあ、この二人に聞いてください、つったら、いくらだよって、光るいくらだよ、今月、つって。ああ毎月3件ですねって言ってて、うん、えってなってたよね。警察官がえって、あ、3件です、ええ、なんか警察官が心折れそうになってたよね。このキチガイたちが3桁稼ぐのかみたいな。あの、要は100万以上稼いでるって意味ね。3つっすねみたいな。えみたいな。そうね、ああ、それ憧れますねと女の人言ってて、しみじみしみじみ言ってて、でも、便所太郎さんも俺も、あの、三人で顔合わせて、子供に絶対こんな仕事進めないっつって。本音が出てんの。こんなヤクザの商売ダメっす。俺らみたいなゴミがやるんですよ、つって。警察官も変だなとか、うん、みたいな。うん、って。なんか変な空気流れたよね。しみじみ。俺らは子供たちにはこの職業を進めないっつって。これは人間の墓場がやる汚い商売だっていう。小敷です。僕らは犯罪者みたいなもんです、みたいな。あら、やっぱり、どの世界も大変なのね、みたいなさ。やっぱり、YouTuber も花のある世界ではないのね、みたいな。まあ、俺ら YouTuber ではないんだけどね、根本的なこと言うと。根本的なこと言うと YouTuber ですらないんだけど。ちょっと複雑だったな、あれは。まあ毎月3桁っすよねっつって、ヘラというのもすごいし、それを全部酒代とタクシー代に全部溶かす男もすごいよね。やっぱ俺ら狂ってるよ。やっぱ俺ら狂ってるよ。100万毎月もらってて貯金すらできないんだもん。あったら全部使っちゃうんだよ。頭おかしいよね。あ、300円って思われたのかな。999円だと思われたのかな。確かに100万とは言ってないから、あ、警官の哀れな感じでそういう解釈もできるのか。なるほど。あ、300円しかもらえないんだっていう、かわいそうみたいな。どうやって生きてるんだろうみたいな。いや、配信者はなるもんじゃないよ、本当に。よ捨て人だもん俺ら。それトゥートゥーさん見てて思うでしょ。だって有名配信者にまともなやつなんか一人もいないでしょ。で、まともじゃなければないほど上に行く世界だよ。こんな子供が配信者やりたいって言ったらぶっ飛ばすでしょ、みんなだったら。まあね、見てる分には楽しいんだけど、複雑だよね。子供たちに勧められない職業ってどんな職業やってんだろうっていう。心の底から勧めないもん。やめろっていう。大学に行けって。官僚になれって。まあ3桁万円なんだけどね。まあ複雑な気持ちだったよ、今日は。ましてやさ、今いい思いしてるても、3年後潰れる配信者なんて腐ることいるぜ。あいつどこ行ったみたいな。なんか、金梅さんともしみじみ言ってたんだけど、逮捕されてみなよ。一時期チヤホヤされるけど、出てこないで刑務所行ったらさ、もうみんな忘れるんだもん。でしょ？そういう配信者5万といるじゃん。そう。もう1年見なくなったらもう過去の人なんだよ俺らは。今さ、釈放はされてないです。毎日プレッシャーあるよ。あるけどさ、好き勝手やってんだよ、その代償に。だから羨ましいのもあるじゃん。
こいつら仕事通わねえで好き勝手酒飲んで人の悪口言って金稼ぎやがってってチヤホヤされやがってっていう部分と、まあプレッシャーは半端ねえよなとか、プライバシーないじゃんと、住所もバレる、何やってても写真撮られるっていう、その反面反面でやっぱり子供には勧めらんないよね。初見さんいらっしゃい。弁護士料こじったっていうよりも、金梅さんから聞いた情報ですよ。もう弁護士は決まってるから、視線弁護士いらないっていうふうに言われてます。もう決まってるからって。だから、視線弁護士いらないよって俺らは言われた。うん。そう。なあ、複雑だよね。羨ましいっちゃ羨ましいけど、その、人気者だし、金はもらってるし。ただ、その、惨めじゃ、惨めなんだよね。そう、両方極端なんだよね。羨ましいけど、やりたくねえな、絶対、みたいな。うん。起訴はね、されなそうです、八王さん。うん。何なんだろうな、これ。警察官は金持ちに見えないでしょ？だって、こっからここまで全部タトゥー履いてさ、いかついお兄ちゃんとさ、サンダル履いてさ、冬なのにハーフパンツ履いてさ、酒飲みましょうって言ってるさ、ガラガラの声のちょっとイケメンのお兄さんとさ、あとさ、いい年こいてさ、黒い T シャツと黒いパンツ履いてさ、アシンメトリーでさ、ハゲてるのに赤毛に染めてて寄り目のやつがさ、3人集まってんだよ。やべえなこいつらってなってるでしょ。働けよって。それは3桁っつったら300円しか稼げてないように見えるでしょ。かわいそうってなるでしょ。ね。はい、そろそろ寝ます。はい。ありがとうございました。おやすみなさい。閲覧、合計閲覧が最高記録です。金梅さん、弁護さん、ヒカルくん、ありがとう。15,774 名、アクティブが443、花火の数が、10発もいただいたんだ。ありがとうございます。花火10発、パフェ1個、ハート1個、バーガー5個、風船160個、メガホン192個でした。皆さんお疲れ様でした。もう寝ます。おやすみなさい。おやすみ。もう寝るよ。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。